岡本木道作、薄雪。その一、雪の日。一、兄さん、どうしたもんでしょう。す菅生貞子は、不況雑誌社の応接室に、その青ざめた顔を出した。正月下旬の寒い日で、彼女のコートの袖や裾には、 薄い綿のような雪がまばらに粘りついていたとうとう降り出してきたね二三日前から催していたからどうしても一度は降るだろうと思っていたよ兄の胸臓は扉を開けて入るとすぐにそこの椅子に腰を下ろして一刷毛薄くなでられたような家々の白い屋根を三階のガラス窓から見下ろした雪は大きい。 これじゃいいくらもつもるまいなそんなあいさつは面倒だというふうに貞子は突っ立ったままでまた叫んだ「兄さん本当にどうしたもんでしょうねなんだ出し抜けに」と胸像はほほ笑んだ「まあおかけよ」椅子を指さされても貞子はやはり突っ立っていた。 彼女は兄の前でコートを脱ぐのも忘れたほどにうろたえているらしかった。その取り乱した態度が兄の目にもついたと見えて、教蔵も額を少ししわめた。一体どうしたんだ何のようだ実はね、兄さん。言いかけて彼女は狐のように背後を見返った。そうして、急に声をひくめた。 実はゆきこさんんが見えなくなくったんです。私本当にびっくりしてしまってどうしようかと思っているんですユキコさんがと兄も急に目を見張ったどうしていつそれがわからないんですけれどゆうべの12時ごろからけさの6時までの間におかしいなどうしたらいいでしょう こういううちにも貞子の顔色はだんだんに青ざめてきた彼女はもうまっすぐにはっていられないように身をおののかせてテーブル掛けの端を固く握りしめていた胸臓も小首をかしげてしばらく考えていたがやがてまた静かに聞いたで何にも心当たりはないんだねもちろんだと言わないばかりに 貞子はすぐにうなずいた。私もびっくりしてすぐに方々を探したんですけれどどうしても知れないんです何しろ隣に寝ていた富子さんさえちっとも知らないくらいなんですものねえ兄さんどうしたらいいでしょう同じようなことを幾たびか繰り返して貞子は兄の救いを求めるように口説いたしかしさしあたっては 胸像にも何とも返事のしようがなかった。まあ落ち着いて話してくれ。ただ、むやみに騒い。でもしょうがない。その前後の事情をよく聞いた上で、また何とか考えがつくかもしれないから。ですけれども、兄さんもしどうしてもゆきこさんが知れなくなったら私どうしましょう。貞子は袂からハンカチーフを探り出して。 両の目をひたと覆いながらすすり泣きを始めた。兄も少しもてあまして叱るように言った。バカな、泣いていたってしょうがない。よくその事情を話せというのに。ゆきこさんだって自然に消えて亡くなるわけのものじゃない。きっとどこかにいるに決まっている。まあ安心しているがいい。2 須藤京三は大学にいる当時からその文明を世間に知られて卒業すると同時にこの不況雑誌の編集長に併せられたが彼の編集する雑誌の信用は年ごとに加わって今では数多い婦人雑誌界の王と称えられるようになった京蔵は31の今年まで未だ独身であった 親から譲られた少なからぬ財産もあり自分も雑誌社から相当の給料を受け取っていながら見栄を飾らない彼は牛込の江戸川端に小さい二階屋を借りてバー屋一人と書生一人の至極質素なしかし気楽な生活を営んでいた妹の貞子も高等の教育を受けて今では某女学校に教鞭をとっているが 彼女は兄と2歳違いの29で、教育家としては比較的に年の若いにもかかわらず、素養の深い、貧困の正しい女流教育家として、むしろ兄以上に世間から尊敬されていた。その結果、彼女自身が進んで計画した仕事ではなかったが、自然に他から強いられたような形になって、自分の家に、 5 6人の女性とを預かっって監督することになった。彼女は雑司ヶ谷編に庭の広い家を借りて炊事の女中二人を雇って自分もその女生徒たちと一緒に寝起きをしていた彼女の家は小さい寄宿舎であったもちろん自分を見込んでその監督を委託された以上誰の娘に対しても紅白はないのであるが とりわけて彼女が注意を払わなければならないのは栗田男爵家の令嬢由紀子であった相手が家族の子であるので貞子も一度は断ったが母の栗田夫人からくれぐれも頼まれたあなたを見込んで是非お願い申します自分の妹だと思ってご遠慮なしに叱って教えてください 断りきれなくなくって貞子,も承知したゆき子は明けて16でさすがは家族の娘であるらしい気高い人柄と美しい顔立ちとを備えていた性質も素直でおとなしかったキコは去年の春から雑司ヶ谷の小さい寄宿舎へ来て他の娘たちと一緒に昼は学校へ通っていた ふりた夫人も時々に訪ねてきて、彼女の監督のよく行き届くのを感謝していた。そのユキコが昨夜から今朝までの間に突然行方をくらましたというのである。監督者の貞子がいつになく取り乱してうろたえ騒ぐのも無理はなかった。無理はないが、ただ泣いていてもしようがない。ふだんは利口なようでも、 やはり弱い女だなと兄の胸臓は少し歯がゆくもなってきた「おいどうしたんだ早く話して聞かせないか」「ゆき子さんはその前の晩まで何も変わったことはなかったんだね」いいえ何にもいつものとおり5時にお風呂へ入って6時に夕ごはんを食べてそれから1時間ほど休息して7時から9時まで復習をして 10時に寝床へ入って私が12時に見回りに行った時にも確かに寝ていたんですが今朝になって初めて発見したんだね誰が一番先に気がついたんだやはり私ですどうしても寒い間はみんなが朝寝をしますから私が毎朝起こしに回るんです隣に寝ていたとみこさんも知らなかったんだね 私に起こされて初めて気がついたんです何か書き置きのようなものもないんだね貞子は無言で頭を振った「三ゆきこさんは学校の成績はどうなんだね?」と教蔵は聞いた「一番じゃありませんけれど大抵五番か六番ぐらいで決して悪い方じゃありません」 水なんぞはなかなかうまく書くんです」と貞子は答えた「ほかの寄宿生と折り合いの悪いようなこともないんだね」「おとなしいお嬢さんですからそんなことはありません」「ゆきこさんが見えなくなったと言ってみんなも今朝から泣いているくらいです」と貞子も声を潤ませた。 教像はまた黙って二人の間に置かれた核火鉢の灰を見つめていたがやがて探るような目をしてそっと聞いた。ゆきこさんは開けて十六。別に恋愛問題なんぞはあるまいね。失礼なことを聞くというように貞子は潤んだ目を輝か,かせてはっきりと答えた。兄さん、そんなことを。 いや、怒っちゃ困る何も参考のためだから聞くだけのことは聞いておくそこでとりあえず栗たけへも聞き合わせてみたのかでもうっかりそんなことを言っていかれませんもの警察の方へもまだ届けちゃありませんねえ兄さんと貞子はすすり上げてまた泣きだしたもしもこんなことが世間へ知れたら 私はどうなるでしょう。大地栗田夫人に向かって何と言って言い訳をしたらいいでしょう。私もうそれを考えると気が変になってしまいますわ。人の娘を預かってこういう事件が出退しては普通のものでも無論に責任は免れない。まして教育家として自分の監督している生徒が行方不明になったとあっては。 そのにはさらに重いことになる。この際彼女が気が触れたようになって騒ぐのがむしろ当然ではあるが兄は兄だけにこの事件の性質をさらに冷静に考えたかった「よしそれで大抵わかった私もよく考えてみよう」「考えてみようじゃ困りますわ」と貞子は恨むように 今すぐになんとかしてくださらなければ私いっそも自殺でもしてつまらないことを言うもんじゃない今朝の今でまだ半日とたつかたたないのに死ぬの生きるのと騒ぐことがあるものか何しろ月末で社の方も忙しいから今すぐにどうというわけにもいかないお前はいったんまう、あ、ちへ帰っておとなしく待っていてくれ 私は社の用を片づけるとすぐに行くから。貞子はまだなんだか気が済まないような顔をしているのを、教蔵はなだめるようにして応接室から押し出した。じゃきっと来てくださいますね。うん、きっと行く。うつむきがちに3階の階段をしょんぼりと降りてゆく妹の後ろ姿を見送った。 京三は急いで編集室へ入った。彼は差し迫った用事を片付けて昼飯を食って、あと他の編集員に頼んで3階から2階へ、2階から下へ、靴を早めて降りてくると、受付係の前で何か聞いているらしい若い男があった。男は京三の顔を横目に見ると、慌てて逃げるように表へ出て行ってしまった。 見たことのあるような男だ」と恭像は思ったとうとう降ってまいりました受付係の老人は恭像を送るように会釈し,したこれに気がついたように恭像は立ち止まって聞いた「今ここにいた若い人は何の用で来たんですね?」。さんが あなたの妹御さんが来ていらっしゃらないかと聞きに来たんです。もう少しさっきお帰りになったと言いますと、何にも言わないですぐに行ってしまいました。向こうの名は言わなかったかねいいえ、別に何とも言いませんでしたよ。と、受付係は自分の不注意を悔やむような顔をして答えた。教蔵は帰って気の毒になった。 何聞かなくってもいいんですおばコートの袖を通しながら表へ出ると雪はまだまばらにチラリチラリ降っていた傘を持たない郷像はコートの襟を引き立てて有楽町の電車道へ出ると春の雪だけに往来はもう抜かっていた日比谷公園の土手の松が薄白くなっているのを横に見ながら 彼はそこに北欧の電車を待っていると彼のほかにも同じくたたずんでいる三つ四つの傘の影が見えたその傘の影に隠れるように黒いマントの袖を掛け合わせて忍びやかに立っている一人の若い男があった彼も胸臓と同じように傘を持っていなかったそれがたった今 社の受付で見かけた男であることを、教蔵はすぐに悟ったので、彼は傘の間から再びその男の横顔を覗くと、彼は二十三子の痩せ型の色の白い目つきの涼しい女性風の男で、マントの裾からセルジの袴が現れていた。彼はなんだか落ち着かないような風で、時々に左右を盗み見ながら、他の傘の陰に、 体を忍ばせていた。見たような男だ」と教像はもう一度考えたそのうちに彼はふと思い出したその男は栗田男爵家の書生で名は知らないが神道という男であった彼は栗田夫人の友をして時々に貞子の家へ来たこともあった夫人の使いで自分一人で訪ねてきたこともあった 共像も貞子の家で一度彼と挨拶したことがあった。何の用があって、進藤が貞子の後を追ってきたのだろう。幸子が行方不明になったことが、もういつの間にか栗田の人々の耳にも入って、彼はその詮議に来たのではあるまいかと、共像はすぐに想像した。たとえそうでないにしても、 彼の口から何かの手がかりを聞き出すようなこともないとは限らないと思ったので、教蔵は邪魔になる傘の間をくぐって、彼に声をかけようとするときに、あたかも北高の電車が来たので、進藤は待ちかねたように人をかきのけてすぐに飛び乗った。教蔵も乗った。雪の日のせいか、車内はほとんど満員であった。 神道も教像も釣り革に手をかけて揺られながらに運ばれていった。二人の間には背の低い一人の女が挟まっていた。その女の肩越しに教像は後ろから声をかけた。神道さん。神道は振り向いた。彼は教像を見て笑いながら会釈し,した。あなた、今私の社へおいででしたか 教像は聞いたは。貞子さんがおいでかと思いまして、そうしたらもうお帰りになったあとで、妹に何かご用でしたか新道は少しちゅうちょしているらしく、すぐには何とも言わなかった。5、この満員の電車の中でめったなことも言われまい。 神道が返事に困っているのも無理はないと、教像は推量したので、彼もしばらくはそのままに口をつぐんでいると、神道の方からさらに聞き返した。貞子さんは何か御用があって御社へおいでになったんですか今度は教像の方で返事に詰まった。彼は左右の人たちの顔色を伺いながら、曖昧に答えた。 ええ、ちょいとお用がありまして「あなたは何かお急ぎのご用ですか?」。ええと神道も同じく曖昧な返事をしていたそうして曇った窓ガラスを時々になでてゆく雪の花びらを眺めていた「まっすぐにお屋敷へお帰りですか?は」。はっすぐに帰ります。 これ以上には何を言うこともできないので、教像はじれったいのをこらえていると、電車はやがて小川町へ着いた。番長の栗田家へ帰る新道も、江戸川へ行く教像も、ここで乗り換えなければならないので、二人は乗り換えの切符をもらって降りた。あの、新道さん、ちょいと。 白くなっている街路樹の影へ、神道を招いて、胸臓は囁いた。くどくお尋ねするようですがあなた何のご用で社へおいでになったんです神道は黙っていた。もしや、ゆきこさんのことじゃないんですか。こらえきれなくなってこっちから思い切ってこう切り出すと、神道はけげんな顔をしていた。 ゆきこさんが、お嬢さんがどうかしましたか実は、夕べから今朝までの間に、ゆきこさんが行方不明になったんです。本当ですかと、彼は自分の耳を疑うように聞き返した。そうして、それが疑いもない事実であると知ったときに、彼も顔の色を変えた。それについて、 ああなたに何かお心当たにかままか、おりりはまますいと、京三は聞いた。そうですね。神道は暗い空を仰いで少し考えていたが、結局自分には何の心当たりもないとのことであった。京三は失望した。しかし、このことはまあ、誰にも言わずにおいてください。妹もひどく心配していますから、この際、 お屋敷の方からまた何か沙汰でもあると、なおなお清をもんで、現にいっそ自殺するなんてばかなことを言ってるくらいですから。と、教蔵は頼むように口止めをした。わかりました。しかし大変ですね。全く心配です。あなたにも何かお心当たりがありましたらお知らせください。無論 すす。ぐにお知らせ申します江戸川行きの電車が先へ来たので教蔵は新道に挨拶して乗った乗りながら見返ると新道は雪だらけの街路樹に寄りかかって夢見る人のように何か考えているらしかった終点までまっすぐに行き着いてそれから車で雑司ヶ谷へ行こうかと思ったが 今夜は帰宅が遅くなるかもしれない。あるいは妹の家へ泊まるようなことになるかもしれない。教蔵は書生にそれを断っていこうと思ったので、江戸川端で電車を一旦降りた。そうして自分の家の小さい門をくぐると、格子を開ける音を聞きつけて、書生のイグラがすぐに飛び出してきた。お帰りなさいまし。 彼の思才ありげな顔つきが教像の目についた自分の留守にも何か事件が出退したのではあるまいかと一種の不安を感じながら教像はコートの雪を払って靴脱ぎに立ったその2藤の門一。1 すぐにまた出るつもりの京像は、靴を脱がないで上がりかまちに腰を下ろした。留守に誰も来なかったかね貞子さんがおいでになりました。と、イグラはまず報告した。昼前だろういえ、12時半ごろでしたろう。京造は首を少しかしげた。時間から考えると、貞子は自分を社に尋ねて、 その帰りにさらにここのうちへ立ち寄ったらしく思われた。それ限りか他に誰も来なかったか神道さんが見えました。何時頃に来た昼少し前でしたろう。貞子さんは来ていないかと聞きに来たのです。貞子は自分を追い回している。その貞子を神道がまた追い回している。 この回り道路のような現象を、共像は不思議に感じた。それよりもさらに不思議を感じさせたのは、イグラの次の報告であった。まだその他にも、一人の変な人間が来ました。もう六十ぐらいかと思われる老人で、顎の下にごま塩の長い髭を生やしていましたが、なんだかひどく欧兵な物言いをするやつで、 古ぼけた二重回しを着て、汚い黒の中折れ帽子をかぶって、雪だらけになって出し抜けに入ってきたのです。私が出てみると、その老人は手に持っている次年木の太いステッキで靴脱ぎをトンと叩いて、宇宙に響くような大きい声で、菅生貞子はいるか、と、こう言うのです。菅生貞子はいるかとこういうのです菅生貞子はいるかと そうです。その時に貞子さんはちょうど奥にいたのですが、こんな変な人間に貞子さんを合わせていいか悪いか、私にも見当がつかないものですから、しばらく黙って相手の顔を眺めていますと、その老人はステッキで靴脱ぎをまた叩きました。そして、すぐ貞子はいるかいないか、はっきりと返事をしろ、と、こう怒鳴るのです。あんまりず面が憎く,くなりましたから。 そんな人はいるかいないか知らないと言いますと、老人はただニヤニヤと笑っているのです。その様子がどうもただの人間でない、おそらく気がおかしいんじゃあるまいかと思われましたので、私も油断せずにじっと見つめていますと、老人は急におとなしい気味の悪いほどに沈んだ声で、すぐおさだこという女は本当にいないか、 また聞くのです。私もいよいよ不安心になってきたので、そんな人はいないときっぱり言い切ってしまいますと、老人は何も言わずに表へずっと出て行ってしまいました。貞子はそれを知っているのかそれから私が奥へ行きますと、貞子さんは見えないのです。貞子が見えないばあやに聞くと、 茶茶ののののの間間ににいいいるはずだというでですす。が、その茶の間に見えないのです私もなんだか煙に巻かれたような心持ちになって念のために二階へ行ってみると貞子さんは二階の縁側へ出て怖いような目をして表をじっと覗いていましたそれからどうした教蔵も耳を澄まして聞いていた 声をかけて脅かすのも悪いと思って私はそのままそっと下へ降りてきますとそれから5分間ほどたって貞子さんもまたそっと降りてきましたとイグラは続けて話したそれから私が茶の間へ行って変な老人の来たことを話しますと貞子さんはそんな人間を知らないと言いました 本当に知らないようだったかと、郷像は聞いた。さあ、どうですかしら。とにかく知らないということでした。そして、兄さんはまだなかなか帰りそうもないから、私はもう追いとましますと言って、すぐに帰っておしまいなさいました。そうか、と、郷像は息を吐いた。そして、 そのおかしな老人というものは、どんな身分の人間らしかったね話の様子から考えると、飽きんどじゃないらしいね。まあ、貧乏士族というような、おそらく管理かなんかの古手でしょうよ。何しろあんな欧兵な奴はめったにありません。どうもちっと気がおかしいんじゃないかと思われます。あのすごいようなめつきが、 ただの人間じゃありませんでしたよ。どんな着物を着ていた二重回しを着ていたのでよくはわかりませんでしたが、何でも古ぼけた袴を履いて、色のもう冷めかかった黒の羽織を着て、羽織の門は下がり藤のようでした。キャッツは気が触れているか、さもなければ一種の銭もらいですよ。社会に名の売れている婦人たちを訪問して、 強迫的にいくらかずつもらって歩くのかもしれませんよ。その老人に対して、イグラはよほど感情を害しているらしく、口を尖らせて彼を罵倒していた。そうして、彼を貞子に引き合わせなかった自分の先見を誇るようにも見えた。その話をみんな聞いてしまって、共造は立ち上がった。 私はこれから貞子の家へ行く。都合によると、泊まるかもしれないということを断って、胸臓は傘を受け取って表へ出た。出るときに隠しから時計を出してみると、午後二時を少し過ぎていた。雪はいつの間にか降りやんだが、ネズミ色の熱い空は、まだ一面に都の上を覆っていた。 京造は再び電車に乗って、江戸川の終点で降りると、にわかの雪で車はみんな出払ったと見えて、そこの停車場には一台もなかった。四所なしに京造は洋傘を杖にして、大根おろしのような雪解け道を拾いながら歩いていった。たびたび歩き慣れた道ではあるが、底冷えのする寒い日に、このぬかるみを渡っていくのは、 彼も少しく難儀であった。目白台を上がって雑司ヶ谷へ入ると、古風な杉の生け垣に沿ってスタスタ歩いてゆく一人の老人の後ろ姿が目に入った。老人は黒の中折れ棒をかぶって、古ぼけた二重回しを着ていた。その風景が、イグラに罵られたかの怪しげな老人らしいので、 共像は駆け抜けてその顔を見ようとした。しかし彼は老人にも似合わず非常に足が速かった。彼はぬかるみの真ん中を平気でまっすぐに歩いていくので、道をよって歩いている共像は容易に追いつかれそうもなかった。三。一種の好奇心も手伝って、共像はシャニムにその老人の顔が見たくなった。 彼はズボンの裾をまくり上げて、老人の後を追うようにぬかるみの真ん中へ踏み込んだ。泥の羽を上げることを覚悟すれば、歳の若い彼はさすがに老人を駆け抜けることができたので、一件ばかり行き過ぎて振り返ると、その人相も風景も確かにイグラから聞いたその人らしく思われた。しかし彼は、 一面識もない老人に向かって、むやみに物を言いかけるわけにもいかないので、じろりと見ただけで通り越してしまった。この老人は何の用があって貞子を訪ねるのか。いグらの想像通りに、それが気がおかしいものか、銭もらいであれば論はない。もしも何か相当の理屈があるとすれば、共像はその理屈を知りたかった。 そうして、この老人と雪子との間に何かの意図が繋がれているのではないかなどとも考えられた。七八軒行き過ぎてまた見返ると、老人は急に足を止めてちょっと死案しているらしかったが、やがて路傍の小さい居酒屋のような店へ入ってしまった。いつ出てくるかわからないものを、 オ来ライでベンベンと待ってもいられないので、教蔵も思い切って歩き出した。雑司が谷の町ももう軍部に近いところに、貞子の家はあった。家の周りには長い竹垣をめぐらして、門の前には目印のような大きいけやきが一本高く突き出ていた。くぐり門の扉は外から引いても開かなかった。 胸像はじれて二三度叩いたが、玄関までは相当の距離があるので、うちでは何の答えもなかった。昼間からなんで女を下ろしたかと不思議に思いながら、勝手を心得ている彼はさらに裏手の方へ回った。そこには小さい木戸があるので、彼はそれに手をかけると、ここのともしっかりと閉まっているらしかった。 それでもここは台所に近いので、彼が幾度か叩くうちに、女中のおせんが聞きつけて出てきた。どなたでございますと、彼女はうちからこわごわ聞いた。私だよ。早く開けてくれ。その声に安心したらしく、おせんは慌てて軌道を開けた。どうもすみません。 何だって方々の入り口を閉めてしまったんだと、教蔵は叱るように聞いた。あの、先生がみんな閉めておけとおっしゃいましたので。貞子はいるかいはい。教蔵は庭を回って、貞子の居間の縁先に立った。中を覗こうとして気がつくと、どの障子の腰ガラスにも、 目隠しをしたように白い紙が貼ってあった。おい、貞子さんと、共造は縁に腰をかけて呼んだ。中ではすぐに返事をしなかったが、二三度続けて呼ばれて、貞子は低い声で答えた。兄さん、お上がりください。こう言ったばかりで、彼女は障子を開けなかった。 教蔵は泥靴を底に脱いで、縁側から遠慮なしに中へ入った。4。今と書斎等を兼ねている八畳の一室の片隅に机を据えて、貞子はその机の前に幽霊のような顔をして座っていた。それでも兄の入ってきたのを見て、彼女はふらふらと立ち上がって、 座布団を持ち出して火鉢の前に敷いた。その布団の上に膝を崩して、胸像は火鉢に手をかざすと、炭はもうみんな冷たい灰になっていた。おい、血と火を起こさないか、寒いじゃないか。貞子は黙って炭取りを引き寄せて、火鉢に炭をつぎ始めた。 その白い手先を教像も黙って眺めていたが、やがて隠しから巻きたばこを探り出しながら聞いた。ゆき子さんの頼りはやはり知れないのか貞子はやはり無言で頷いた。お前はさっき私のうちへも来たそうだね。社の帰りに寄ったのかうちへ帰ってもじっとしてはいられないだろうと思って、 あなたのお帰りを待っているつもりでお宅へ寄ったんですがそんなら待っていればいいのにお前が帰った後へ私もすぐに帰ったんだ少し赤くなった炭火を眺めながら貞子はただうつむいていると女中のおせんが紅茶を運んできた寒いねと胸臓はすぐに茶碗を引き寄せて角砂糖を入れた 今日は随分冷えます。と、おせんは挨拶して立とうとするのを、貞子は急に呼び止めた。兄さんの他には誰も来ませんでしたか。はい、どなたも。女中が出て行った後は、またしばらくの沈黙が続いた。寒さしのぎというような了見で、鏡像は熱い紅茶を吹きながら飲んだ。 車から帰る途中で、電車の中で新道くんに会ったよ。と、共造は茶碗を置いていった。神道さんにと、貞子は目を輝かした。そして、何か言いましたか神道くんは何も知らないらしかったよ。しかし何かしきりにお前を探して歩いているらしいぜ。私のうちへ来て、 それから社の方へも来たよ。一体何の用があるんだろう。その疑問には答えないで、貞子は突然にこんなことを言い出した。兄さん、雪子さんを隠した人は、私、大抵想像がつきました。うん、誰だ。と、胸臓は一膝ゆすり出した。芹沢さんです。 すこさんかと、教像はびっくりしたように叫んだ。兄さんはきっと、何とか言って弁護なさるでしょうけれど、私は、おそらくあの人の仕業だろうと思っています。さっきまでは、私もまだ半信半疑でいましたけれど、うちへ帰ってから、いよいよそれに相違いないという証拠が上がりました。そうかしら。 まだ疑うような目をして考えている兄の顔をあざ笑うようにじろりと見て貞子は皮肉らしく言った「兄さんの前ですけれど私これから芹沢さんを敵だと思いますから」。5芹沢康子は貞子と同じ女学校の教師で普段から兄弟のように仲良く付き合っていた。 そればかりでなく、貞子は彼女と親しくしなければならない理由が他にもあった。その安子を仇とのろうには、よくよく確かな証拠がなければならないので、教蔵は早くその証拠を見せてもらいたかった。そこで、安子さんがどうしたと言うんだ安子さんがき子さんを隠したとでも言うのか私は、そう思いますわ。 貞子は信ずるように言い切った。だって今朝、私がうちを出ると、すぐその後へ安子さんが訪ねてきたそうです。学校の行きに誘いにでも来たんだろう。と、郷造は言った。あの人はこれまで一度でも誘いに来たことなんぞありません。と、貞子は睨み返した。そうして、ゆきこさんは学校へ行ったかと。 うに聞いたそうです。芹沢さんはきっとユキコさんをどこかへ隠しておいてあとはどんなかとこっちの様子をうかがいに来たにそういないんですそれだけのことかというように教像はほほ笑んだ単にそれだけですこを一途に疑うのは女の邪水にすぎないと彼は思ったそれと同時に彼は一種の軽い安心を覚えた それだけのことで安子さんを疑うのは無理だよ。様子を伺いに来たのか、他に用があって来たのか、わかるもんじゃない。第一、何の目的で安子さんがそんなことをしたのか、その理由がわからないじゃないか。それは自分を陥れるためであると、貞子は言った。同じ学校の教壇に立っていても、 安子は自分よりも地位が低く、世間の信用も薄い。その妬みから、彼女は自分が監督している女生徒を誘拐して、自分の名誉と信用等を傷つけようと企てたに相違ないと、貞子は主張した。なるほど、それにも一応の理屈がないではないが、あの安子に限ってそんな陰謀を企むはずがないと、共像は固く信じていた。 その顔色を見てとって、貞子はまたこう言った。兄さん、あなたはまだ私の言うことを信じてくださらないんですかでも安子さんがそんなことをするはずがない。まあ考えてみろ、安子さんとお前とは。言いかけて口をつぐむと、貞子はまたあざ笑った。未来の兄弟だと言うんでしょう その兄弟にはなりたくありません。私は芹沢さんともう絶交します。いいえ、兄さんがいくら弁護なすってももうダメです。どう考えても芹沢さんは私の敵です。お前はひどく興奮している。まあ、落ち着いて私の言うことを聞くがいい。いいえ、聞くには及びません。芹沢さんの弁護なんか 聞きたくありません。弁護じゃない。私はお前と一緒になって、この問題を真面目に解決しようとしているんだ。芹沢さんという人が現れては、もう兄さんに真面目の解決はできません。胸像も少しむっとした。そんなら勝手にしろと言いたいのをじっと耐えて、彼は静かにタバコをくゆらしていた。 すると私は何しに来たのかわからないお前とけんかをしに来たようなわけになるんだね。教蔵も皮肉らしく言ってたばこの吸い殻を火鉢の灰に突き刺した貞子はきっと唇を結んだままで何とも返事をしなかったじゃあ私はもう帰ってもいいんだね。 共造は念を押すように言った。ここでお前と兄弟喧嘩をしてみてもつまらないからね。わたくし、今日まで兄さんと一度も喧嘩をしたことはありません。と、貞子は冷ややかに言った。でも、現に喧嘩をふっかけているじゃないか。が、まあそれはいい。そこで帰り際に聞いておきたいのは、 仮に安子さんがそういう陰謀を巡らしたとして、それに対してお前はこれからどうしようというんだそれは私にもまだわかりません。今夜ゆっくり考えさせてください。言いかけて、貞子は美しい歯を少しむき出した。しかし、あなたはこれから芹沢さんのところへ行って、私がこう言っているということを、 みんなご報告なさるでしょうね。芹沢さんはいい味方を持っていて幸せですわ。いかに神経が興奮していると言っても、平素はこういう性質ではなかったのに、どうしてこんな邪水とひがみとに満たされたような醜い女に生まれ変わったのかと、胸臓は妹を憎むよりも、むしろ情けないと悲しむような暗い心持ちになった。 彼はもう一度黙って妹の顔を見直すと、平素は女としてまず十人並み以上であるかのように兄の目にも映った彼女の眉も目も口も、今日は著しく不規則に歪んで、その高い鼻ばかりが際立って尖っていた。彼女はさながら般若の仮面をつけているようにも見えた。この場合、 こうした女といつまで議論をしていても果てしがない。今日はこのままおとなしく黙って帰って、彼女の神経の少し静まるのを待って、改めてまた何かの相談をするより他はあるまいと、共造は了見を決めた。彼は新しいタバコに火をつけて立ち上がった。じゃあ、私はもう帰るよ。さようなら。 芹沢さんによろしく。京三はそれを聞き流して縁側に出ると貞子は居所から首を伸ばして見送りながら言った「兄さん今日はもうこれでごめんください」彼女は兄を送って出ようともしなかったそれには頓着せずに京三は十分に靴を履いたそうして庭伝いに元の裏口へ回っていた おかえりでございますかと水口に立っていたおせんが会釈し,した。教蔵は行きかけて立ち戻った。あのね妹はなんだかちっと様子が変だからよく気をつけておくれよ。お清にもそう言っていいかい頼むよ。はいとおせんはなんだか不安らしくうなずいていた。 裏口の木戸を出て、竹垣に沿うて表へ出ると、胸像は一人の老人に出会った。彼は例の老人で、居酒屋でよほど飲んできたらしく、その目は充血したように赤くなっていた。彼は二重回しの右の羽をまくり上げて、次年木の太いステッキを杖にしていた。すれ違う時に、彼の羽織の右の袖に、 下がり藤の門がちらりと見えた。それはいぐらからもさっき聞いていたが、教蔵は目の当たりにこの門を見て、ふと思い出した。栗竹の書生の神道も、やはり下がり藤の門をつけた羽織を着ていたらしい。教蔵は立ち止まって、老人の後ろ姿を見送った。老人の面差しも、どこやら、 かの神道に似通っているらしく思われてきた。その三、担当。一、老人は神道の父か叔父か、いずれにしても何かの身寄りらしいと、共像は直角した。神道が貞子を訪ね歩いている。その親戚の老人が、 また同じように貞子を追い回している。これには何かの死災がなければならない。こう思うと、胸臓は単に一種の変わり者として、この老人を見逃すわけにはいかなくなった。彼はにわかに引き返して、抜き足をして老人の後をつけていくと、老人は竹垣に沿うて、裏口の方へ回った。そうして、 凶像が今出てきた木戸口から案内もなしに入っていった。お仙は木戸に情をおろしておかなかったらしい。老人の姿はすぐにうちへ飲まれた。凶像は不安になった。かの老人は貞子を訪ね当ててどういう行動をとるであろうか。手記を帯びた怪しげな老人。それを思うと、 京造はもう売っちゃっては置かれないので、彼もすぐに後から軌道をそっと開けて入ると、案外に足の速い老人の後ろ姿は、もうそこらに見えなかった。京造は庭伝いに貞子の居間の方へ行った。行けません行けませんあなたは何しに来たんですつんざくような貞子の声が耳を貫いたので、 凶像はいよいよぎょっとした。彼はその声のする方へ急いでかけてゆくと、老人はもう縁側に上がっていた。貞子は真っ青な顔をして突っ立っていた。せがれを出せせがれはどこにいると老人は吠えるように怒鳴った。知りません存じませんわと貞子は震え声で答えた。 知らんことはない。すぐにせがれを出せ。ふらちな奴らだ。いいえ、ここにはいません。いないことはない。隠すな。と、老人はまたたけった。彼の長い髭はさやさやと音がするほどにおののいて、握り固めた両手の拳も怒りに震えているらしかった。 でも全く知らないんです。どうぞ帰ってください。馬鹿を言え、せがれを出さんうちは一足も動くものか。さあ、バイため。せがれを出せ。俺が大事のせがれを、貴様たちに預けておかれると思うか。もう問答は無益と思ったらしい。老人は懐を探って、塗りざやの担当を取り出した。 これを見ろ。家十代の二時国都市だぞ。侍の魂はこれにこもっていると思え。形勢がいよいよ穏和でないと見たので、共像も慌てた。彼はつかつか駆け寄って、後ろから老人を驚かした。まあ、お待ちなさい。一体これはどういうわけですか 不意に声をかけられて、老人は見返った。そうして、穴の開くほどに胸像の顔をじっと睨みつけていた。私は、貞子の兄です。と、胸像は正直に名乗った。妹に対してどういうご詮議をなさるのか、どうぞ私にお話しください。老人が何か言おうとする前に、貞子の方からまず叫んだ。 にいいささん構わずに置いてくださいこの問題は私が自分で解決をつけますから」。いや売っちゃってはおかれないと教蔵は再び老人のほうに向かった。失礼ですがあなたは新道くんの親御さんかご親戚じゃないんですか相手の老人よりも貞子はおびえたように兄の顔をきっと見た。 それがまた、共像には不思議に感じられた。二。老人は共像の相手になることを好まないらしかった。彼はわざとらしく顔を背けて黙っていた。私の言うことがおわかりになりませんかと、共像は一足進み寄って、なじるようにまた聞いた。 あなたとお話をする必要はない。と、老人は冷ややかに答えた。でも、あなたが妹を苦しめているのを兄として見ているわけにはいきません。苦しめるものが悪いか、苦しめられるものが悪いか。と、老人はまたあざ笑った。何しろあなたと私とは何の関係もない。 あなたと菅生貞子と兄弟であろうがなかろうが、そんなことはどうでもいいのだ。あなたの方ではどうであろうと、私の方では。うるさい、うるさい。と、老人は舌打ちした。よし、そんなら今日はこれで帰る。老人は縁から降りて、泥だらけの下駄を履いた。 彼はそこに立っている胸像には目もくれないで、貞子に向かって脅すように言った。今日は帰ってもきっとまた来るぞ。この二軸に年を忘れるな。担当を懐に収めて、彼は悠ゆ々うゆうと元の裏口の方へ立ち去った。貞子は唇を固く噛みしめて、その行方を見送っていたが、 やがて障子をぴっしゃり締め切って中へ入ってしまった。教蔵一人が縁先に取り残された。どういう事情、どういう弱みがあって、貞子はかの老人に脅かされるのか。教蔵は切にその死災を知りたかったが、この際、たとえ貞子を責めても、とても容量を得られまいと察したので、 彼は障子のうちの妹に声をかけないで自分もそのまま裏口へ出てしまった。帰る時に、胸臓はお線を呼び出して、裏口をしっかり閉めておけと注意した。それから表へ出てまた立ち止まった。彼は暮れかかる空を仰ぎながらしばらく考えていたが、結局足を早めて元来た道を帰っていった。 目白台に住んでいる芹沢安子を訪ねようと思ったのである。安子は今年二十四で、両親も兄弟もない孤独の女で、小さい西洋洗濯屋の奥座敷を借りて、つつましやかな自炊生活を営んでいるのであった。洗濯屋と米屋との間の細い路地を入ると、左側に小さい木戸があって、 木戸を開けると四坪ほどの庭がある。その庭に向かった六畳の一間がす子の部屋であった。たびたび訪ねてきて勝手をよく知っている教蔵は木戸の外から声をかけた。芹沢さん、おうちですかはい、と中から優しい声が聞こえた。 続いて庭下たを突っかけて出てくるらしい足音が聞こえた。私です。須藤です。いらっしゃい。安子は木戸を開けて、にっこり笑いながら、胸像を迎えた。安子は色の白い、やや下膨れの顔に細い眉を持った。見るからおとなしやかな女であった。 今日は少し学校の方が遅くなりましてね。今帰ったばかりでございますの。彼女は胸像を中へ生じ入れて、小さい瀬戸火鉢に湯沸かしをかけた。いいあんばいにたくさんも降りませんで。ずいぶんお寒むございますわね。曇っていますから、また降るかもしれません。そうでしょうか。私、育児がないもんですから。 近いところへ出ますにも、道が悪いと本当に困るんでございますよ。細い眉を少し寄せて、安子は微笑んだ。三。貞子と安子とは、同じ学校に放職している関係から、互いに親しく交際していた。もちろん貞子の方が地位が高いので、安子の方からいつも足を運んで、 貞子の雑司が谷の家を訪ねていた。そのうちに彼女は貞子の兄とも心安くなった。単に心安いというのでなく、やがて二人が結婚するというまでに、心と心とが固く結びつけられてしまった。貞子もそれを承知していた。そのす子をきとして貞子は執念深く呪っているのである。 それについて、共造には不満もあった。多少の不安も忍んでいた。彼が今ここへ訪ねてきたのは、よそながら事実の真相を探り、場合によっては、安子に相当の注意を与えておきたいとも思ったからであった。しかし真正面からそれを言い出すわけにもいかないので、共造はその話の糸口を見出すのに悩んでいると。 ほうから口を切った「あの貞子さんはお加減がお悪いそうでございますね」ええと教蔵は曖昧に答えた「あなたまだご存じはございませんか今朝ほど学校の方へはご病気のお届けがございましたので私これからちょっとお見舞いに出ようかと存じておりましたところです何 それほどのことでもないでしょうよ。と、胸臓は遮るように言った。ほんの風邪でもひいたくらいのことでしょう。でも、平素からあんなに正近化の貞子さんがお休みになるようでは、よほどお悪いんじゃないかと思って、お暗示申しておりますの。安子の顔に一点の曇った影も見えなかった。 彼女がゆき子を誘い出して、さだこを落とし入れようと企んでいるなどとは、どうしても思い及ばないことであった。教蔵は邪水深い妹をあさましく思った。私、これからお見舞いに出ようと思っているんですが、あなたも一緒にいらっしゃいませんかと、やすコは何も知らないらしく誘った。いや、よしましょう。 その声があまりそっけなかったので、安子は少し驚いたように共像の顔を見た。それに気がついて、彼は急に声を和らげた。実際、妹は大したことじゃありませんよ。風邪をひいたか、それともヒステリーにでもかかったか。いや、本当です。 妹はこの頃少しヒステリーの君じゃないかと思われることもあるんです。それですから自然あなた方に対して何か失礼なことでも言うような場合があるかもしれませんが、まあ大抵のことは我慢していてください。スゴさんがヒステリーにと安子はいよいよ驚いたように。 そんなご様子はちっとも見えませんわ。それは何かのお間違いでしょう。あなた方にはまだお分かりにならないかもしれませんが、私は確かにそうらしく認めていることがあるのです。そうですかしら。と、安子はまだ不心得らしい顔をしていたが、やがて思い出したように言った。そうおっしゃれば、 この頃は少し元気がなくなって、時々に考え事でもしていらっしゃるようなご様子が見えないでもありませんでしたが、まさかヒステリーでも。それをひったくるように教蔵はせわしく聞き返した。すると、妹は学校へ行ってもなんだか調子が変だったのですね。別に変というわけじゃございませんけれど。 ととを言ったと悔やむような顔をして、康子はその話を曖昧のうちにもみ消そうとした。4。教蔵は畳みかけて聞いた。安子さん、妹のことについて、あなたに何かお心当たりがあるならば、正直に話してくださいませんか。実は妹のことについて、私も少し心配していることがあるんです。 ご承知の通り、貞子と私とは二人きりの兄弟で、普段は遠慮なしに悪口なんぞ言っていますけれど、あれのことについては私も陰では相当に心配しているんです。その妹がなんだかヒステリーのような変な調子になったとしたら、私だって売っちゃってはおけません。ね、安子さん、お察しください。お察し申します。 とは言ったが、迷惑の色は彼女の顔にありありと現れていた。これには何かの秘密が潜んでいるらしく思われたので、共像はあくまでも急忠してその事実を白状させようと試みた。ねえ、安子さん。たとえあなたがどんなことを口外なさろうとも、私は決してそれを人に漏らすようなことはしません。もちろん妹にも言いません。 何か妹についてご存知のことがあるなら、どうぞ私にだけ教えてください。私がこれほど心配しているのがあなたにはお分かりになりませんかよく分かっております。けれども、私別に何も存じませんのですから。私つまらないことをうっかり申し上げて、あなたにご心配をかけて愛すみません。 安子さん、あなたそんな他人行儀のご挨拶で、この問題をうやむやに打ち消してしまおうとなさるんですか男の調子が少し改まって聞こえたので、安子はひどく慌てた。あら、あなた、そんなわけでは。あなた、お腹を立ちなすっては困りますわ。私、決してそんな了見では。 じゃあ正直に言ってください。くどくも言うとおり私はしゃれやいたずらに人のあらを探るとか人の秘密を暴くとか言うんじゃありません。たった一人の妹の身の上を心配してこうしてあなたに頼んでいるんじゃありませんか。どんなことでもあなたの知っているだけのことを。隙間なく責められて安子もほとほと困りきったらしかった。 彼女ももう絶対絶命の羽目になって、幾度か口ごもりながらこれだけのことを言った。何ですか存じませんけれど、神道さんのお父さんとかいう方が時々訪ねておいでになるようです。学校の方へも二三度見えました。神道のお父さん長い髭を生やして、 下がり富士の紋きの羽織を着ている老人じゃありませんかはあ、私のところへ見えた時にも、下がり富士の紋きの羽織を着ておいででございました。あの老人、ここへも来ましたか胸臓は驚いた。安子はそれきり黙ってしまった。ここへ来て、どんなことを言いました何しに来たんです 胸像は不安らしくまた聞いた「あの新藤さんのことにつきましていつまでも強情に動かないので私本当に困りましたわしまいには担当なんか出して」老人はここへ来てもかの塗りざやの二次国年を振り回したらしい。 ひょうぞうは彼に対する憎悪ふんぬを抑えることができなくなった。そうして、結局どうしましたまた来ると言って帰りました。神道のことについて何を聞いたんです安子はまた黙ってしまった。五。秘密の糸口がここまで開けた以上。 共造はもうす子の迷惑などを考えていられなくなった。彼は担当直入に聞いた。一体、貞子と神道とどういう因縁があるんです存じません。全くご存じないんですかで、神道の父という人はあなたにどういうことを聞こうとしたんです 巣郷さん。せっぱ詰まって安子は泣き出した。もう、それ以上に聞くのは堪忍してください。そうですか。胸臓は黙って立とうとした。あなた、それでは私が困るじゃありませんか。私、もうどうしたらいいでしょう。 ただ、正直に言ってくださればいいんです。と、教蔵はズボンの膝をおろしかけた。そうして、小声で言った。妹は、神道と関係があるんじゃありませんかどうでございますか、知りませんけれど、神道さんのお父さんはそんなことを。と、安子はとうとう秘密を漏らした。 胸像の額の上には深いしわが織り込まれた。彼は崩れるように膝を落としてまた座った。それで、神道の老人はどうしようと言うんです。あなたにどんなことを言いました。何でも、菅生さんのところへ掛け合いに行っても、菅生さんはそんなことは知らないと跳ねつけておしまいなすったのだそうで、 それで今度は私のところへ来て「す菅さ貞子は自分のせがれと関係があるにそういない」「お前はひとつ学校に飽職して平祖から仲良くしているからきっとその秘密を知っているにそういない」「どうぞ正直に教えてくれ」「そうしてこの事件の証人になってくれと」と私どんなに困ったでしょう 子は泣き声を出して訴えるように言ったそうしてその掛け合いの目的は何か貞子に金でも出せと言うんでしょうか縁を切ってくれと縁を切ってくれそれを妹が承知しないんですね承知するにもしないにもそんなことは全然知らない。 神道という人とは一切無関係だとおっしゃるんです。どちらが本当でしょう。それは私にもわかりません。それは共造にも判断がつかなかった。しかし、今朝から神道自身が雪を犯して貞子の行方を探し歩いていたことを思い合わせると、 老人の認定の方が事実に近いらしくも想像された。神道は栗竹の書生で、まだ一定の職業もない。貞子よりは年も若い。この二人を組み合わせるということは、共造も内心不賛成であった。神道の父もおそらく同じ考えであろう。自分が兄として妹を思うのも、 彼が父としてこう思うのも人情に変わりはない。こう思うと、かの老人に対する共造の感情は富に和らいできた。彼はむしろ、かの老人を気の毒にも思うようになってきた。それにしても、栗竹の令嬢ゆき子が突然に行方不明になったということは、この問題に何か関係があるのか 全然別種の出来事か。教像はその解釈に再び頭を苦しめた。六。貞子と新堂と新堂の父と、この三人を結び合わせて考えているうちに、教像の見当は大方決まった。この三人の人間が、 いずれも栗竹に関係のある以上、雪子の家でも何かこれに関連した事情があるに相違ない。この三人の関係をもう一歩進んで調査すれば、雪子の隠れ家は自然に探し出されるに決まっていると彼は思った。安子さん、堪忍してください。 私は決してあなたを残酷に苦しめようと思って、根掘り葉掘り宣言するわけじゃないんです。あなたはまだご承知ないかもしれませんが、妹の問題以外に、もう一つここに事件が起こっているんです。栗田男爵の霊場が、昨夜から今朝までの間に行方不明になったんです。まあ、幸子さんが やす子は共像の顔をしばらく見つめていた。まあ、どうなすったんでしょう。それがわからないんです。妹が学校を今日休んだのも、実はそのためでしょう。そんならなおのこと、私も見舞いに伺わなければなりませんわ。いや、妹はまだそれを秘密にしているんですから、お見舞いを受けては、 帰って困るだろうと思います。その事件で妹はいよいよ神経を高ぶらせているようですから、うっかりおいでになるとまたいろいろの間違いが起こらないとも限りませんし、方々もう少しお見合わせくださる方がいいでしょう。胸像もさすがにそれ以上を説明するに忍びなかった。貞子に仇と呪われていることを聞いたら、おとなしい安子は どんなに驚くことであろう。あるいは、これもヒステリーにでもかかるかもしれない。しかし彼はさらにこれだけの注意を与えた。今も言う通り、妹は何分ヒステリー気味になっていますからね。すべての人をみんな仇のように疑っているんです。あなただって疑っていられないとは限りません。まさか。 まさかとは思っても、用心にしくはありません。あなたこのごろに何か妹と衝突でもなすったことがありますかいいえ、何にも。私が菅生さんと衝突なんぞするはずがありませんわ。そうでしょう。私もそう信じていますが。まあ、何しろ当分は妹のところへ近寄らない方が安全です。 そうでしょうか。まあ、ともかくも私の言うことを聞いてください。で、警察沙汰にしたら早くわかるでしょうけれど、栗竹に迷惑をかけるのも気の毒ですし、ひいては妹の迷惑にもなることですから、私はこれから独力で幸子さんのありかを探し出そうと思っているんです。あなたもそのつもりで、この一件は、 一切秘密を守っていてください。あなたお一人でと安子はおぼつかなげに聞いた。あなたもご存じでしょう。私のうちにイグラという書生がいます。あいつは探偵小説ばかり読みふけっていて、いつも私に叱られているんですが、こういう場合には何かの役に立つかもしれません。 あれと私と二人きりで、この秘密を何とか探り出したいと思っているんです。場合によったら、安子さん、あなたにもお願い申すことがあるかもしれませんから、その説はどうぞよろしく。私なんぞは、とてもお役に立ちませんが。そして、これからどちらへさあ、ともかくも栗田へ行って、 その神道という男に会ってみようと思っているんです。その模様でさらに今後の方針を立てなければなりません。安子に分かれて路地を出ると、外はすっかり暮れ切ってしまった。胸臓は帽子を深くして、雪解け道をまた歩き出した。 その4妹の恋1「おい井倉君ちょいと来てくれたまえ」教蔵は江戸川の家へ一旦帰って夕飯を食ってしまうとすぐに書生の井倉俊吉を書斎兼座敷の2階へ呼び上げた「井倉君 君に少し頼みたいことがあるんだが、一つ働いてくれまいか。栗田の霊場の家出のことや、神道老人のことや、それらの事情を一通り聞かせられて、イグラは目を丸くして聞いていた。そういうわけだから、僕はこれから栗田へ行って、神道に会って、それとなく様子を探ってみるつもりだ。 実は妹と相談して捜査の方針を立てるつもりであったが、もうこうなっちゃ妹なんぞ相手にならない。そこで、君を味方に頼もうと思うんだが、どうだろう。承知しました。私にできることならば、何でもやります。ドイルやヒュームの探偵小説の愛読者であるイグラは、多大の興味を持って、 この役目を引き受けたそれから二人は額を集めておよそ三十分間ほど密談を続けて教蔵は再び家を出て行った今夜は暗い夜であった九段坂下で電車を降りてこれから新宿行きに乗り換えようかと思いながら教蔵はふと見ると広い往来の片側を忍ぶようにたどって行く 二人連れの男があった。店のガス灯や電灯は雪解け道に青白い光を投げて、その軒下を伝ってゆく二人の横顔を鮮やかに照らした。男の一人は神道老人であった。それと肩を並べてうつむきがちに歩いてくる若い男は、確かにそのせがれの神道であった。 思いがけなくこの二人の姿を見つけて、共造の胸は踊った。彼は電車の乗り換えを見合わせて、そっと二人の後をつけた。二人は坂の上がり口から横に切れて、牛が淵の薄暗い公園に入った。共造も無論に続いていった。まだ酔いではあるが、ここの公園に人の影は見えないで、 ところどころに消え残った昼の雪が薄白い跡をとどめているだけであった。二人は公園の奥へ入って、堀端の土手に近いところにたたずんだ。京像は大きい桜の木の陰に身を寄せて、じっと聞き耳を引っ立てていたが、二人の声は低いので、その会話は一向に聞き取れなかった。京像は少しじれてきて、 何とかして二人のそばへ近寄ろうと焦っているうちに、老人の調子が急に高くなった。バカお前のような不心へのやつはない俺があれほど普段から言い聞かせてあるのにわからないか凄とかいう女が何だお前よりも年上で、なんだか傲慢な生意気な女で、あんな女にかかり合っていたら、 お前は一生頭が上がらないぞ。お前ばかりでない。この俺をどうしてくれるつもりだ。あんな奴は思い切ってしまえ。俺は今日もすぐおさ貞子に会って厳しく掛け合ってきた。ぐずぐず言えばもう叩き切ってしまおうと思っていた。それに対して、神道は何とも返事をしなかったが、彼が恐怖に怯えているらしいのは、 その頭のだんだん下がってゆくのを見ても察せられた。老人は声を激しゅうして、また言った。ええか、よく覚えておけ。いくらお前たちが強情を張っても、お前とすぐおさだことは夫婦にすることはどうしてもならんぞ。お前の妻となるべき女は、俺がちゃんと決めてある。お前たちがあんまり強情だから。 俺も読んどころなく最後の手段を用いたのだ。さあ、俺と一緒に来い。神道はやはり黙っていた。まだわからないか。と、老人は脅すように言った。どうしても俺の言うことを聞かないなら仕方がない。俺はこの担当でお前を殺して、その足で雑司がや引き返して、す菅を定くを殺してしまうぞ。 老人はまたもや例の二次国年を持ち出したらしかった。二。たとえ脅しにもしろ自分の子を殺して合わせて貞子を殺そうという新道老人の決心の恐ろしいのに共蔵も驚かされた。彼は息を呑んでその成り行きを伺っていると、老人はせがれの腕をマントの上から強くつかんだ。 どうだまだわからないかお前はすぐお貞子と一緒に死にたいのか親の手にかかって死にたいのかバカな奴だ。よく考えて俺と一緒に来い。俺は決して悪いことは言わない。俺はお前のために貞子のような見るから傲慢な姉ほども年の違う女ではなく、もっと若い、もっと上品な。 もっと美しいもっとおとなしい娘を見立ててやるのだそれが何で不足ださあいつまでも世話を焼かせないで素直に来い俺は年を取って気が短くなったのを知らないか老人は腕をつかんで無理に引っ立てようとするらしかったが神道は大地にくぎづけになったようでちっとも身動きをしなかったよし どうしても聞かなければ仕方がない。彼は次念木の杖を投げ出したかと思うと、掴んでいる我が子の腕を一旦突き放して、かの担当をきらりと抜き放した。その光を見て、胸像はいよいよ驚いた。彼は桜の陰から飛び出して、横合いから老人の腕を捉えた。危ないまあお待ちなさい 老人は無言で振り払ったが、彼の力は非常に強かった。胸像は足元の雪に靴を滑らせて横倒しに投げ出された。その隙を見て神道はうさぎのように突然駆け出した。老人は続いて追っていった。胸像が洋よ々うよう灰を切る頃には、二人の姿は闇に飲まれてもう見えなかった。 何かの参考になるかもしれないと思ったので、胸臓はそこに落ちている自念木の杖を拾おうとすると、その杖のそばに何か白いものの落ちているのを発見した。手に取ってみると、それは西洋紙の上袋に入れた手紙であった。その手紙と杖とを拾って、胸臓は公園の入り口まで出てきて、伝統の光に照らしてよく見ると、 上袋の上書きは、須藤正次様と記されて、その筆跡は妹の貞子に相違ないことを、京像は一目見てすぐに悟った。今の門着の間に、神道のたもとか懐から落ちたものであろう。偶然の獲物を隠しに収めて、京像は、自念木を杖にして、坂の中途まで来た。 ここで神道に出会った以上は、もう栗田家へ訪ねて行く必要はない。ことに老人に投げ出されたために、服もコートも泥まぶれになってしまったので、胸像はこの見苦しい姿でいつまでもうろついているわけにもいかなかった。何をどうするにしても、一旦は家へ帰って体の始末をしなければならないと思ったので、 彼は泥だらけのコートを脱いで抱えて、再び坂下から江戸川行きの電車に乗った。家へ帰ると、イグラはいなかった。奥から出てきたばあやのおしまは、主人の姿を見て驚いて聞いた。まあ、旦那様、お転びなすったんですかうん、自動車を避けようとして滑ったんだ。 共像はいい加減なことを言って、うちへ上がった。ともかくも着物を着替えて、二階の書斎へ行って、彼はとりあえず妹の手紙を出してみた。手紙は西洋誌の書簡線にペンで細かく書いてあった。それを読んでいくうちに、共像の眉は次第に潜められた。3 その手紙は貞子から神道に宛てた一種の縁書であった。しかしそういう手紙にありふれたなまめかしいような文句は一行も書いてなかった。あなたのお父さんはなぜ私を執念深く憎むのか、それは私にもわからないが、ともかくもあなたのお父さんが手を変え品を変えて、 あなたと私とを無理に引き離そうと焦っているのは事実である。あなたのお父さんはいろいろの手段を持って私を脅迫している。芹沢安子さんを味方に引き入れて学校から私を放逐させようと試みている。しかしそんな迫害は私に対しては無効である。私はどんな迫害を押しのけても きっと最後の勝ち時をあげるものと心の底では微笑んでいる。あなたもどうかそのつもりでどんな敵とも戦うだけの準備と覚悟と思っていてくれ。あなたの強い意志、それが私にとっては唯一の力である。貞子の手紙の意味は大略こうであった。それを読んで 共造はおのずと妹が哀れになってきた。表面の理屈はともかくも、妹ももう今年二十九の女である。教育家として社会的にはどれほどの地位を占めていようとも、どれほどの尊敬を受けていようとも、女としてまた一種の赤猟を感じていたかもしれない。その妹がどういう動機からか知らないが、 ある若い男と恋に落ちた。しかもその恋は男の親の不承知によって破壊されようとしている。彼女がじれてもだえてヒステリーに陥るのも無理はないかとも思われた。先にはかの神道老人に同情した共像も今度は妹にも同情しなければならなくなってきた。老人に味方していいのか 妹に加勢していいのか、共造もその判断に迷った。実を言えば、神道という男はどういう人物かよく知らないが、自分の見るところではどうも妹とは不釣り合いらしい。兄として普通の人情から言えば、もっと立派な人物を妹の夫に持たせてやりたい。しかしいくら兄弟の間でも、 これは兄の深く立ち入って干渉すべき問題ではない。妹と神道とが互いに相愛の中で、ことに妹がそれほど熱烈な恋に魂を焦がしている以上、自分がそれを妨げるのはかえって人情に背いている。自分は神道老人の真似をしたくない。自分はむしろ進んで二人の恋を結び合わせてやらなければならない。 共造の分別は、こう決まった。それにつけても、貞子が安子を呪っているのは誤解である。安子が神道老人と結託して、貞子を追放しようと企てているなどとは、安子にとって確かに冤罪である。自分はもう一度彼女に理解を加えて、安子の濡れ衣を干さなければならない。そうして、 安子と自分とが協力して、貞子と神道との幸福を図らなければならない。俺はこれほどに思っているんだが、と、教像は再びその手紙を見つめた。その途端に、階段を急いで登ってくる足音が聞こえた。先生それはいぐらであった。教像は手紙を押し合って向き直った。 どうした大変に早かったじゃないかい。貞子さんはあなたがお帰りになるとすぐに後から出たそうです。もちろんあの家の近所にうろついていて、出入りの人間を注意しているつもりだったのですが、貞子さんが出て行ったのは何か訳がありそうに思われましたから、それで引っ返して報告に来たのです。何でもあなたがお帰りになると、どこからか一通の郵便が来て、 貞子さんはそれを見ると慌てて出て行ったのだそうです。4。妹が出て行ったと、教蔵は首をひねった。そうして、どこへ行ったかわからないんだね。わかりません。と、イグラは面目なさそうに答えた。私は、お清という女中を捕まえて聞いたのですが、 一体無口の女ですから詳しいことを言わないのです。しかしどこからか舞い込んだ手紙を見て、貞子さんがすぐに出て行っただけは間違いのない事実です。その手紙は神道から来たのではないかと、共像は想像した。そうして普段からドイルをうのみにしているような顔をしていながら、なぜその場合に貞子を尾行しなかったのかと、 彼はイグラの不注意を歯がゆく思った。その不満足らしい顔色を伺いながら、イグラは遠慮がちに聞いた。先生、これからどうしましょう君はもう一度雑司がや行ってくれ。そして妹がいつごろ帰ってくるか、あるいは帰ってこないか、気をつけて見張っていてくれたまえ。一旦帰ってきても、またすぐに出て行くようならば、 無論に跡をつけるんだよ。シャーロック・ホルムス、しっかり頼むよ。無論にという言葉に力を入れて、鏡像はアンに彼の不注意を責めるように言ったので、イグラはひどく恐縮したらしかった。彼はその失敗の恥を注ぐべく近うように確かに受けあって、再び出ていった。 昼から野別に駆け歩いたので、京造もさすがに疲れた。書棚の上の置き時計を見ると、今夜ももう八時を過ぎていた。栗田の屋敷を訪ねても、神道はいないにそういない。貞子の行く先はわからない。差し当たりはどうにも手のつけようがないので、京造も机に寄りかかったままで、再び妹の手紙を眺めていると、 旦那様お茶をあがりますかうん紅茶をこしらえてくれ今晩またお出かけになりますかさあまだわからないがたぶん今夜はもう出ないだろう雪がまた降ってまいりました降ってきたかと胸像は手を伸ばして障子を開けて ガラス戸越しに暗い夜の空を仰いだ。イグラは困るだろうな。イグラさんはなんだか大変な用があるんだと言って恐ろしい剣幕で出ておいででした。そうかもしれない。と、胸像は苦笑いした。あいつ思いのほかぼんやりしているから。おや、どなたか。 おしまは耳を引っ立てた。入り口の格子が静かに開いたらしかった。イグラが帰るにはまだ早い。もしやサダかと、教像の胸は踊った。おしまはすぐに下へ降りていったが、また引き返してきて、小声で取り次いだ。あの、神道さんという方が。老人かと、教像は膝を立て直して口早に聞いた。 いいえ、若い方で、昼間も一度おいでになりました。すぐに通してくれ。やがて、神道正二の姿が、共造の目の前に現れた。彼は寒さに震えているように身をすくめて、主人が押し合った火鉢の前にかしこまった。彼の顔色は、真っ青であった。いや、さっきは失礼。 共造は努めて落ち着いて挨拶した。また降り出したようですね。少し降ってきました。神道の眉毛には雪の一ひ,ひらが白く光っていた。彼はそれを払おうともしないで黙って震えていた。あなたは寒いんじゃありませんかはい。だんだん聞いてみると、 彼はかわいそうに昼飯も夕飯もまだ食わないのであった。教蔵は驚いた。五。神道は朝飯を食った義理で、今頃まで方々をさまよい歩いていたのである。教蔵はその事情を宣言する前に、まずバー屋を呼んで、とりあえず彼に熱い紅茶を飲ませた。それからありあわせのもので飯を食わせてやった。 六六に遠慮もしないで、神道は飲んで食って、ようよう少し人間らしい顔色になった。火鉢には炭火が盛んに起こっている。神道はそれに手をかざして、ほっと息をついた。彼はタバコも持っていないらしいので、胸臓は巻きたばこの箱を出して彼の前に置いた。いろいろご厄介になって、 実に愛すみません。と、神道は初めて口を聞いた。突然だから何もごちそうがない。と、共造は笑った。どうです今夜は泊まっていきませんか泊めてくださいますか無論に泊めてあげます。神道は生きどころに困っているのだと、共造は推量した。 彼がうまそうに一本のタバコを吸ってしまうのを待って、共造はおもむろに聞いた。神道さん、あなたは今夜私のところへ泊めてもらいに来たんですかそれとも他に何かご用があって来たんですか彼は黙ってうつむいていた。共造は畳みかけて聞いた。どっちにしても、あなたが今夜訪ねてきてくだすったのは非常に好都合でした。 実は私は今夜あなたのところへ伺おうかと思って途中まで出かけたんですが、神道は目を上げて相手の顔をちょっと見たがすぐにまたうつむいてしまった。そうして低い声で言った。牛が淵でお目にかかったのはあなたでしょう。そうです。と、郷像は頷いた。あの老人は あなたのお父さんですね。はい。神道さん、私はその場所でこんなものを拾ったんです。と、教像は、貞子の手紙を神道の前に置いた。これは、あなたが落としていったんでしょう。少し怯えたような目をして、神道はその手紙を盗み見た。あなたと妹との関係は、 これですっかりわかりました。あなた方の間にこういう事情が点灯しているということは、私も今までちっとも知りませんでした。そこで振藤さん、もうこうなったらお互いに何もかも打ち明けてご相談しようじゃありませんか。私はあなたのお父さんとは少し違います。あなたが本当に妹を愛し、妹が本当にあなたを愛している以上、 私は決して、その二人の恋を破壊しようなどという、そんな残酷なことをしたくない。私はあくまでも、あなた方の味方になって、二人の恋を円満に成就させたいと思っています。え、わかりましたかついてはどうぞ私を信用して、あなた方の秘密、もし何らかの秘密があるならば、それを残らず打ち明けていただきたい。 そうして、お互いに十分に協議して、今後の方針を決めようじゃありませんか。ありがとうございます。いや、これはあなたのためばかりではない。私は妹のためをも考えて、こうして心配しているんですから、改めてお礼には及びません。で、まず伺いたいのは、あなたのお父さんという人ですね。 あの人は、なぜあなたや妹を追い回しているんでしょう単にあなた方二人の関係を打ち切ろうというだけのことですかそれとも、他に何か理由があるんですか何か言おうとして神道は顔を上げたが、また気遅れがしたように、その目を伏せてしまった。 その後、神道老人。一、神道老人は何者であるか、どういう性質の人間であるか、それを詳しく飲み込んでおかなければ、今後の方針が立てられない。共造は切にそれを知りたかった。もう一つには、神道が何の目的で自分のところへ駆け込んできたのか。 それも詳しく聞きたかった。彼は根掘り葉掘り執念深く宣言して、神道の口からとうとうこれだけのことを白状させた。彼の父は神道正勝といって、威信前は西国の某藩士であった。彼が現在起立している栗田男爵家の先代の主人もやはり同藩士で、 その当時は神道よりも価格が下がっていた。彼は自分の生まれない昔のことであるから、詳しい事情をもちろん知らないが、何でも維新前後の混乱の際に、栗田の父という人は何かの不正を働いて、それが表向きになるとその藩の起き手として、家は断絶、彼は縛り首の仕置きにならなければならない羽目に陥った。 その際、彼に同情したのは、神道正勝であった。彼の罪は到底逃るる術はない。彼は死んでその罪を償わなければならない。しかしその家を断絶して、何にも知らない妻子までを路頭に迷わせるのはあまりに不憫である。こう思って、正勝は、あるよ、密かに栗田の父を自宅へ呼び寄せて、 これが表向きにならないうちに、早く切腹しろと勧告した。本人のお前さえ自滅してしまえば、あとは自分が引き受けて、必ず栗田の家の絶えないように取り計らってやる。どのみちお前は助からない人間であるから、在下にあって縛り首の恥を見るよりも、いっそ尋常に切腹して、 せめては仮名の断絶を逃れる方がましではないかとくれぐれも言い聞かせた。栗田の父もその行為を感謝して帰った。彼はその暁に立派に切腹してしまった。彼の罪状はもうほとんど公然の秘密で、彼の自滅がそれに原因していることは一般の認めるところであったが、それでもまだ 表向きの里にならないうちに死んでしまったので、彼の家には傷がつかずに住んだ。もちろんそれは新藤正勝が情けの計らいでいろいろに取り繕ってくれたためでもあった。クリタはこうした最後を遂げてしまったが、そのせがれは非常に春祭であった。彼は明治の初年に藩から選ばれて東京へ留学することになった。 それからだんだんに成功して、実業界では屈指の大建物になった。彼は新家族の一人になった。それと反対に、新道正勝は廃藩の後に落ちぶれてしまった。一時は地方の管理などを務めたこともあったが、それも思わしくないのでまた上京してきた。しかし、栗田の家にとっては、 神道は昔の恩人である。その当時、栗田の家を取り潰されて、祭司が他国に流浪の悲運に陥ったらば、いかに春祭のせがれでもこれほどの出世はできなかったかもしれない。それは栗田家でも承知しているので、男爵は神道正勝に対して、これまでにも随分の面倒を見てあった。 彼は正勝の負債を償ってやったこともある。彼は正勝がある事業を起こすときに何万円という資金を融通してやったこともある。しかも正勝はその事業にも失敗した。新しい負債をも作った。そうして絶えず栗けに迷惑を持ち込んでいるのである。父にも実に困るんです。 ままだそればかりりじゃありません。神道は父の非を暴くに耐えないように苦しげなため息を漏らした。2. 栗田男爵家と神道老人との関係もこれで大抵分かった。老人が昔の恩を傘にかぶって栗田家に迷惑をかけている事情も分かった。 しかし、神道の話はまだ尽きないらしいので、教像は耳を澄まして聞いていた。彼の話によると、父の正勝は、当時無職業である。いろいろの事業に失敗して、焼け酒に腹たをただらせてしまった彼は、ほとんど居所も決まっていない一個の老葬師になって、昔の知人を困らせて歩いているらしい。 その中でも最も迷惑をこむっているのはかの栗田家で、いくら昔の恩人でも再現もないたびたびの無心にはほとほと愛想を尽かしてしまった。ことに昔の事情をよくも知らない栗田夫人などは彼のあまりに横平なのを憎んだ。同じ無心でもおとなしく頼んでくるならばまだしものこと、この老人は 正面の玄関から大手を振って上がり込んでくるのである。そうしてややもすると遠い昔のことを言い出して、ここの家の新生は皆俺のものだというような顔をする。それが度重なるにつれて、夫人ばかりでなく主人の男爵も次第に彼をいとうようになった。彼は栗竹の執事や書生らにまで、 マムシのように忌み嫌われるようになった。こうした父を持った新道正治は、決して幸福ではなかった。父の縁故で十七八の頃から栗田に引き取られて、所詮同様に養われていたが、何分にも父がそういう始末なので、彼は両方の間に立って、何日も苦しい思いをしなければならなかった。それでも彼は、 父と打って変わって、至っておとなしい素直なたちであるので、父に対する憎しみは彼の上にまでかかってこなかった。彼は主人夫婦にも可愛がられていた。悪い親をもって気の毒な人だと、帝内の人たちにもむしろ同情されていた。それをつけ目にして、神道老人は一種の陰謀を巡らしたのである。 彼は栗田の一人娘のゆきこに、せがれのマサジを押し付けて、結局この家を乗っ取ろうと企んでいるのであった。すると、お父さんはあなたと妹との関係を知らなかったんですねと、教像は意外の話に驚きながら聞いた。無論知らなかったんです。と、神道は答えた。 それを知って非常に怒りました。そして、すぐに貞子さんと手を切ってしまえと言うんです。しかし、あなたが承知しなかった、と、共像は引き取るように言った。そこでお父さんは、何とかして二人の仲を裂こうとしている。どうしても聞かなければ、二時二都市の担当とかで殺してしまおうとか言っている。その脅迫を恐れて、 あなたも妹も心配している。まずそういうわけなんですね。そればかりじゃありません。父はとうとう非常手段を取ったんです。非常手段幸子さんをどこへか隠してしまったんです。あなたのお父さんがと、教蔵は目を輝かせた。そうして、 どうするつもりなんですかおそらく、幸キコさんを脅迫して、無理に私と、父はそういう良件らしいんです。それにしても、ゆきこさんをどうして連れ出したんでしょうそれは私にも話しませんでした。どこに隠してあるんでしょうそれもまだ話しません。 するとあなたは今夜そのことを私に知らせに来てくだすったんですね」と教蔵は静かに言った「そうですこの23日私は絶えず父に追い回されているんですもう栗田にもいたたまれないので貞子さんと相談して妹と相談して」。 神道は急に口をつぐんでしまった。あなた方もどこへか隠れるつもりなんですかと、共造は苦笑いした。昼間あなたにお目にかかった時には、私もまだき子さんのことを何も知らなかったんですが、途中で父に会って、父がき子さんを連れ出したことを初めて聞かされたんです。私ももうどうしていいかわかりません。 貞子さんに会いたいと思っても、いつもかけちがって会うことはできず、雪子さんのことが不安心でもあり、いっそあなたに何もかもお話をして、何とか救っていただきたいと思いまして、それでこうして伺いましたので。途方に暮れ果てた自分の体を恋人の兄の前に投げ出して、神道はその救いを頼もうとするのであった。 共造も彼の苦しい立場に同情した。よく何もかも言ってくだすった。よく来てくだすった。私はあなたに対して自分を信用してくれと言いました。それと同時に私もあなたを信用します。あなたの心に曇りのないことはよくわかりました。と共造は彼を慰めるように言った。 しかしもうこうなれば難しいことはありません。そこであなたに聞いておきたいのは、あなたはお父さんの考えていること、また現在試みつつあること、それを無論に良いこととは思っていないでしょうね。それですから困っているんです。と、神道は臆病らしく目をしばたたいた。困ることはありません。 この上はお互いに勇気が必要です。あなたはお父さんの計略の裏を書いて、ゆき子さんを救い出すだけの勇気と決心とがありますかこの場合ですから、私も自分にできるだけのことをしたいと考えています。栗田家でそれを知ったら、どんなに驚くでしょう。奥さんがどんなに心配するでしょう。それを思うと、 私はとても屋敷へ帰る気にはなれません。それですから、栗田家へ聞こえないうちに、一日も早く雪子さんを取り返す工夫が肝心です。あなたと私とが一致してやれば、きっとできます。そうでしょうか。お父さんの居所は決まっていないんですね。しかし、大抵は察しています。父はこの頃、 目白の方にいるらしいんです。目白下宿でもしているんですかと、京蔵は聞いた。曲がりだろうと思います。何でも西洋洗濯屋の向こう横丁の横田という家だそうです。京造は驚いた。東大元暮らしとかいう類いで、神道老人はかの芹沢安子と、 つい目と鼻の間に巣を作っているのであった。自暴自棄に陥っているかの老人は、安子に対しても重ねてどんな難題を持ちかけるかもしれない。どんな脅迫や暴行を加えるかもしれない。もう一日どころか一刻も猶予はできないように、彼の心はにわかに苛立たれた。4 共造は跳ね上がるように立ち上がった。じゃあ、これからすぐにその目白へ行きましょう。目白へ、父にお会いになるんですかと、神道は不安らしく見上げた。結局会うことになるかもしれませんが、最初に会うのはあなたの役です。あなたはお父さんに会って、幸子さんに会わしてくれと言うんです。いや、大丈夫です。 つまりあなたが両見を入れ替えて、お父さんの言うことを聞くといえばいいんです。おそらくゆきこさんはよそに隠してあるんでしょうから、お父さんはあなたを信用して、その隠れ家え案内するにそうやりません。よござんすかお父さんが信用するように、うまく話し込まなければいけませんよ。で、お父さんがあなたを案内していく。私がその後をつけていく。 それから先は臨機応変です。わかりました。あなたにうまくやれますかさあ、と、神道はよほど難儀らしい顔をしていたが、結局思い切ってうまくやると誓った。胸臓は下へ降りて再び洋服に着替えようとすると、ばあやはびっくりしたように聞いた。 またお出かけでございますか。雪がだんだん強くなってまいりました。うん。今夜は帰らないかもしれない。イグラが帰ったらそう言ってくれ。教蔵は洋服にゲートルをつけて身軽にいでたった。彼は出がけに玄関にあるかのじねんぼくの太いステッキを見かえって、持って出ようかと考えたが邪魔になるのでやめた。 彼はレインコートのズキンをかぶって出た。神道も傘はいらないと断って、マントにくるまって一緒に出た。雪はバー屋に脅されたほどに強く降ってもいなかった。このくらいならば何でもないと、二人はすぐに往来へ出て、江戸川行きの電車に乗った。電車の中には三、四人の客が乗っていた。共蔵も神道も、 黙ってうつむいていたがそのうちに教蔵はふと考えた「ユキコを誘い出したのは新道正勝一人の仕業かしら」「たとえ厳重な用心がしてないにもしろ夜中に人の家へ忍び入ってそばに寝ている同輩にすらも心づかれないようにユキコを奪い出すというのは容易でない」 ゆきこももう十六の娘で、まんざらの子供ではない。それがやすやすと奪い出されたというからには、家のうちにも神道の味方がないとも限らない。胸臓は胸の中でその心当たりをだんだんに数えたが、まさかに他の女生徒たちが神道老人に協力して、そんな悪事を企もうとも思われない。強いて疑えば、 おせんとおきよという二人の女中であるが彼女らとてもかの老人の味方になって主人の貞子に難儀をかけようとも思われないこう考えると胸臓はやっぱり何の手がかりをも見いだすことができなかったもしや貞子自身が隠したんじゃないかここまで考えつめてきて 教像も割れながらおかしくなった。俺もイグラにかぶれてドイルをうのみにしたような苦しい知恵を絞り出したものだと彼は自分で自分をあざけり笑った。進藤はもちろんそんなことを考えていようはずがない。ただうつむいて自分の足田のつま川の雪を眺めていた。電車を降りた頃には、 一旦溶けかかった昼のぬかるみの上にまた薄白い雪を敷いていたその6夢かまことか12人が薄い雪を踏んで目白の台へのぼりついたのはもう11時に近い頃であった。 神道は途中で巻きたばこのバットを買った。あなたはお父さんの家を知っているんですかと、共造はここらと思うあたりに立ち止まって聞いた。神道は知らないと答えた。自分は父の話に聞いたばかりで、一度も訪ねてきたことはないと言った。西洋洗濯屋の近所といえば、大抵このあたりであろうと思ったが、 党の相手を探す前に、共蔵は、安子のことが気にかかってならなかった。彼はまず、安子を訪ねて、その模様を見届け、合わせて今後の注意を与えておきたいと思った。私、ちょいとこの路地の中に用がありますから、あなた少しここに待っていてくれませんか。すぐに行ってきます。はい。と、神道は素直に承知して、 洗濯屋の軒下に立っていた。胸臓は急いで路地へ入った。木戸はもちろん閉めてあるのを幾度か叩いて、よう,ように安子が出てきた。たびたびお邪魔に出ます。と、胸臓は少し白くなった頭巾をかぶったままで会釈した。い,いえ、もうここでいいんです。ただあなたにちょっと申し上げればよろしいんですから。 どうぞご遠慮なく。実は、私も少しお耳に入れたいことがございますから。それは神道老人のことであろうと、共造はすぐに推量した。そうなると、彼は聞き捨てにもならないので、案内されるままに庭から家へ通ると、安子はまだ寝床へも入らないで、机に向かって何か勉強していたらしかった。 遅くまでご勉強ですね。いいえ、何もできませんから、今のうちにちょっと勉強しておきませんでは。今のうちに、その一句が胸像の身には意味ありげに響いた。彼は思わず微笑をとどめえなかった。あんまり勉強して体を痛めるといけませんよ。それほど勉強すればよろしいんですけれど。 やす子もにこやかに笑った。これが普段の場合ならば、二人にとって楽しい夢の世界にそういなかったが、今夜はどっちも落ち着いていられなかった。二人ともに早く話さなければならない大事のようを抱えているので、長くその夢の世界に浸っていることを許されなかった。教蔵はまず女の話を聞こうとした。そこで、 私へのお話というのはどういうことですか実は、あなたがご注意くださったのでございますけれど、私どうも気にかかってならないもんですから。と、安子は言い訳がましく言った。まことにすみませんでしたけれど、先ほどちょっとあちらへ伺いましたので。妹のところへはい。何も知らないつもりで、 ただそっとご様子を見て参ろうと存じまして。安子の訪ねて行ったことを、イグラは何も報告しなかった。おそらくイグラが一旦帰ってきた後へ、安子が行き違いに出向いたものであろうと、共造は考えた。妹はいましたかいいえ、それにつきまして。言おうか言うまいかと、安子は今らになって迷っているらしかった。 共像は相手の顔を見つめながら、黙って後の句の出るのを待ち受けていると、その鋭い瞳の光を避けるように、安子は臆病らしくうつむいてしまった。妹はいなかったんですねと共像は待ちかねて聞いた。それからどうしましたそれで、あの、他に誰か来ていたんですか いいえ。二。私がこうしてたびたび出ましたのも、やはり妹に関連した問題なんです。と、共像はこらえきれなくなっていった。ついては、あなたも妹の一心状に関して、何か新しくお聞き込みにでもなったことがあるなら、どうかご遠慮なく話していただきたいもんですが。 妹の留守へおいでになって、それからどうしました促すように迫り問われて、安子ももう躊躇していられなくなったらしい。思い切ってこんなことを言い出した。私、よもやとは存じているんですけれど、あんまり思いもつかないことでございますから、まさかにそんなことが。前提が長いので、 像はいよいよよじれったくなったた。くなそれで妹がどうしたんですこれはただあなたのお耳に入れておきますだけのことでございますからこの場限りでどうかお聞き流しをもし間違ったら大変でございますからわかりましたよそれでどうしたんですあんまり思いもつかないことでそんなことのありそうなはずがないんですけれど まあ、そんなことはどうでもよござんすから、早くその本門を話してください。ですけれども、あんまり不思議でございますから。共蔵は少し感触が起こってきた。安子さん、冗談じゃない。人をじらして面白いんですか。早く話してください。一体それはどういうことなんです。あの、 実は先ほど、雑誌が谷のお宅へ伺いますと、貞子さんはお留守でございました。私、それですぐに帰ればよろしいんでしたが、生徒の方たちに会って、どんな様子か聞いてみようと存じまして、寄宿舎のお部屋の方へ参りますと、皆さんが一つところに寄り集まって、ちょうどあの、ゆきこさんの噂をしているところでございました。なるほど。 学校へ行っても誰にも話してはならないと、先生から固く口止めをされているけれども、幸子さんは一体どうしたんだろう。もしこのまま帰ってこなかったらどうしようと言って、皆さんも涙ぐんで心配していらっしゃるんです。私もそこでちっとばかりお話をして、それからそこを出てまいりますと、後から南条さんがそっとついてきて、 南條さんというのは誰です南條富子さんといって、ゆき子さんと同じお部屋にいる方です。今年確か十七で。そうですか。そして縁側のところで私の袖を引っ張って、小さい声で、あの、先生だから申し上げますが、栗田さんは、須郷先生がどこへか連れて行ったので。え 津郷先生が貞子が連れ出したと言うんですか教蔵は相手の顔をきっと見た安子は続けていった南條さんはそう言うんです私もあんまり夢のようででも南條さんは寝たふりをしていて確かに見たとこう言うんですもっとも南條さんも最初は本当に寝ていたんですが目を覚ましてみると スゴ先生が栗田さんに着物を着替えさせて、そっと手を引いてお部屋の外へ連れ出したと。いいえ、夢じゃない。確かに見届けたと言うんですが。南女さんは年が若くても、なかなかしっかりした気性の方ですから、よもや間違いでもなかろうとも思うんですが。まあ、どうしたことでしょうか。 あっけに取られてててはただ黙って聞いていた。だいい「もちろん私が見たわけでもございませんのですから」とす子はすぐに言いたした「ただ南条富子さんの話をお取り次ぎいたすだけのことでですけれども私にはどうしても本当とは思われませんの」3 こうなると、夢か誠か、共造にも見当がつかなくなってきた。彼はさっき電車の中でふと考えたことをまた思い出した。もしや、貞子自身が隠したんじゃないかしら。それはあながちに小説的の空想ではなかったらしい。その事実は、現に目の前に現れてきたではないか。 しかし、貞子がどういう目的で、そんな不思議なことを企てたのか。共蔵はその理由を想像するのにまた苦しめられた。私も、何と返事をしてよいかわからないもんですから。と、安子はよほど困ったらしい顔をして話した。とにかくに、そんなことを誰にも言っちゃいけません。と、南条さんに口止めをして帰って参りましたんですが。 いや、ありがとうございました。と、共像は短足まじりで会釈し,した。実際、私も夢のようで、どういう理屈なんだか見当がつきませんが、あるいはそれが事実かもしれません。そうでございましょうか。で、いよいよそれが事実であるとすれば、 私もまた創作の方針を変えなければなりません。貞子自身が雪子を連れ出したとすれば、彼女と神道老人とは同福でなければならない。妹と彼とは一種の仇同士であるように共造は今まで解釈していたが、その考えは土台からひっくり返されてしまった。貞子は帰って神道老人の味方である。 夢かまことか、共造はもう一度考えた。しかしどう考えても不思議ですね。と、彼は首をかしげた。貞子は自分で雪子さんを隠しておいて、自分で大騒ぎをして探し歩いている。何が何だかちっともわかりませんよ。もし、それが真実なら、 何かよほど込み入った事情が終わりなさるんでございましょうね。と、安子も眉を寄せた。そりゃあ無論でしょう。さもなければ、そんなおかしなことを。いくら妹のヒステリーが講じたと言っても。その言葉の切れないうちに、庭口の木戸の開く音が聞こえた。二人は目を見合わせた。胸臓はすぐに立って縁側に出ると。 噂の主人、貞子が幽霊のようにスーッと入ってきた。貞子かと、共造は少し意外に思ったが、彼女がちょうどここへ来合わせたのは好都合だとも考えた。菅生さんでございますかと、安子も驚いたように出てきた。貞子は黙って縁先に突っ立っていた。 がんなさい「ましまあこっちへお入りよ」と共蔵も声をかけたが貞子はやはりすぐには返事をしなかった彼女は雨戸を一枚開けてある縁側の端に腰を下ろした内から漏れる伝統の光に照らされた貞子の顔はものすごいほど青かった久し神はむしり壊したようにかき乱されて そのものすごい顔の上に覆いかかっていた。彼女はコートも着ていないで、目線の羽織が肩から半分滑り落ちそうになっていた。どうしたんだ今頃どうしてきたんだと、胸臓もさすがに不安になって、いたわるように近寄って聞いた。兄さんと、貞子は肩で呼吸をしながら言った。私 一度あなたにお目にかかりたいと思って。ここにいることをどうして知っていた貞子はそれに答えなかったが、多分そこで神動にあったのであろうと、鏡像はすぐに悟った。何しろ、ここは寒い。まあ、うちへお上がりよ。どうぞこちらへ。本当にそこは、お寒うございますから。と、安子はすり寄って進めたが、 貞子はただ会釈し,したばかりで、やはり動かなかった。庭の雪は嫁にも薄白く見えて、針を含んだような夜更けの風が三人の襟にしみた。四。兄さん、すみません。どうぞ堪忍してください。貞子は縁側にうつぶして、 さめざめと泣き出した。共造は彼女の肩に手をかけて、ともかくもうちへ連れ込もうとしたが、さだ子は肩を揺さぶって聞かなかった。勘認してください勘認してくださいと、彼女はすすり上げて泣き続けていた。誰も叱りはしない。一体どうしたというんだ私。 兄さんには大変お世話になりました。すみません。すみません。死んだお父さんにもお母さんにも、世間の人たちにも、すみません。すみません。共造と安子とは再び目を見合わせた。しどけない姿でそこに泣き崩れている貞子の襟元を、安子が痛ましげに眺めていると、 貞子は涙を浴びたような顔を上げていった。芹沢さん、安子さん、あなた、兄さんといつまでも仲良くしてください。兄さん、安子さんを可愛がってあげてください。なんだか遺言めいたことを言うので、胸臓はいよいよ不安になった。彼はとすように物柔らかに言った。一体お前は、 どういう事情や心配があって、今ごろこうしてうろついているんだ言うまでもないが、お前と私とは兄弟だ。どんなことでも遠慮なく言うがいいじゃないか。私はきっとお前を救ってやる。兄さんの力でも、誰の力でも、もう私を救うことはできません。私は、私は、 貞子はやるせないように身を震わせて泣いた。神道と夫婦になれないとでも言うのか神道のお父さんに脅迫されるとでも言うのかそんなことなら心配することはない。貞子は黙って泣いていた。どうなすったんでしょうねと安子は哀れむようにっ どうもわからない。共造はやはり首をかしげていた。しかし彼は大抵想像した。貞子がユキコを隠したのは事実にそういない。おそらく彼女はその罪を悔いて自分の前に内定を浴びているのであろう。それならば別に難しいことはない。その事情はどうであろうとも正直にユキコの隠れ家を白状して、 早く連れて帰ればよいのである。共造はまずそれを探り出そうとした。ゆき子さんは一体どこにいるんだ貞子はただ泣いているばかりであった。共造は容赦なくまた聞いた。泣いていちゃわからない。正直に言うがいいじゃないか。ゆき子さんの居所をお前は知っているはずだ。知りません 本当に知らないのかもう、そんなことを。五ですから聞かないでください。どうしても言わないのか。知りません。全く知りません。と、貞子は声を立ててまた泣いた。どうしたらいいかと、共造は考えているうちに、彼はまたにわかに思い出した。表には神道が待っているはずである。 ちょっとここで安子と立ち話をしていくつもりのところを、いろいろの話がそれからそれへと進んでいって、思いのほかに時間を費やしてしまったが、進道はまだおとなしくそこに待っているであろうか。貞子がここへ来たことを知って、彼はどう考えているであろうか。万一彼を取り逃がしてしまっては、また探し出すのが面倒である。 妹をそのままにしておいて、京像は念のために表へ出てみると、そこの軒下には、神道の姿がなかった。京像ははっと思った。おい神道くん神君。くん試しに二三度呼んでみたが、どこからも返事はなかった。神道の立っていたらしいあたりには、軒ランプの寒そうな光が、 うすぐらく流れているばかりであった。五。神道はどこへ行ってしまったか、あるいは父の宿へ訪ねて行ったかもしれないと思ったので、教蔵はその向こう横丁へ入った。そうして、横田という家を探し歩いたが、もう十一時を過ぎて、どこの家もみんな寝静まっているので、 共造はそこを探し出すのによほどの時間を費やした。洋々探し当てて門を叩くと、それは小さい荒物屋であった。四十ぐらいの女房が寝ぼけた顔をして出てきて、神道さんはこの死後日ちっとも家に寝たことはないと言った。しかしたった今若い男と一緒に帰ってきて、またすぐに出て行ったと話した。 若い男は、神道正じにそういない。彼は偶然ここで父に巡り合って、一緒に連れ立って行ったのであろう。神道が約束通りに父を欺いて、雪子の隠れ場所へ案内されて行ったものとすれば、その後をつけなかったのは自分の手ぬかりであった。教蔵は自分の遅かったのを悔やんだ。神藤さんは、 若い娘を連れてきたことはありませんかしらいいえ。共造はまた失望した。彼はさらに女房に向かって、神道の出先について心当たりを聞いてみたが、これもさらに容量を得なかった。どうも、夜分お邪魔をしました。共造は諦めてそこを立ち去って、また引き返して洗濯屋の前の大通りへ出ると、 向こうから一人の男が急いできた「イグラではないか」と透かしてみるうちに軒ランプの光で見つけたらしい向こうから早くも声をかけた「先生じゃありませんか」「イグラくんかどうだった?と」と教蔵は立ち止まった「先生」とイグラはすぐに近寄ってささやいた「貞子さんはまだ帰りません」「そうか」 それだけかいや、まだご報告することがあるのです。実はさっき、私がここを通りますと、貞子さんと新道老人とが立っていたのです。ん私は二三軒手前の軒下に隠れて聞いていますと、貞子さんは何かしきりに泣き声を出して、相手に恨みを言っているらしいのです。貞子さんは非常に激光しているようでした。 老人の方でも怒っているようでした。その言っていることはわからなかったかと、共造は聞いた。何でもあの老人が、貞子さんを騙したとでも言うらしいのです。貞子さんは非常に悔しがっているようでした。貞子さんは、警察へ訴えるとか言っていました。警察へ訴えるところが、相手は平気でいるらしいのです。 そんなことをしたら私よりもお前のためになるまいとか言って平気でせせら笑っているらしいのです。貞子さんはむやみに悔しがって泣いていました。それから、しまいに老人の方では相手にならずに行ってしまいました。貞子さんはそこの電信柱に寄りかかって泣いていました。そこで私はどうしようかと考えたのです。老人の後をつけようか。 貞子さんを監視していようかと。結局、老人の方をつけることにして、五六軒ばかり見え隠れに追っていきますと。老人はそこの居酒屋へ入りました。それを見届けてまた引き返してくると、貞子さんの姿はもう見えませんでした。それがわずか四五分ぐらいの間でしたが、もうどこへ行ってしまったかわからないのです。不思議に耐えないような目をしばたたきながら、 イグラはまた言った。言っ私もなんだか気になるもんですからそこらをむやみに歩いてみましたがどうしても貞子さんは見えなくなってしまったのです6貞子はどうしても見えなかったか見えませんでしたと井倉は言ったそれからまた引き返して居酒屋の前へ行ってのれんの間からのぞいてみると 老人はうまそうに酒を飲んでいました。やがて赤い顔してふらふら出てきましたから、私はまたそっとその後をつけようとすると、老人は酔っていてもすぐに気がついたらしいのです。私の方をぐっと睨んで、山出しの諸生どもがより集まってつまらない知恵を出すな。俺のすることが貴様たちにわかるものか。あんまり深入りをすると、 とんだ後悔の種をまくようなことができるぞ、と。うちへ帰って、すごう共造にそう言え、と。せせら笑いながら言うのです。私も腹が立ちましたけれど、喧嘩をするわけにもいきませんし、相手に悟られた以上はもうその後をつけてもダメだと思いましたから、黙ってそこに突っ立っていますと、老人は筋向こうの横丁へスタスタ入ってしまいました。 私はそれから雑誌が谷の方へ急いで行きましたが、貞子さんはまだお帰りになりませんでした。他には誰も見えませんでした。もう少し前に芹沢康子さんが見えただけだと女中が言っていました。イグラの報告はそれで終わった。彼は貞子と新道老人とのもん着について、 疑念を差し挟んで、それを最も重要の事件として共造に報告するつもりであったらしい。実際それは重要事件に相違なかった。それらの事実を総合して考えると、貞子は何か神道老人に欺かれて、雪子を連れ出して彼の手に渡したらしい。そうして彼女が欺かれたと悟った結果が、 イグラの立ち聞きをしていた門着となり、さらに安子の家へ訪ねてくるような順序となったのであろう。こうなると、共造は妹の身の上がいよいよ不安になってきた。さっきの口ぶりから考えても、万一何か無分別なことでもするのではあるまいかと危ぶまれた。イグラくん、一緒に来てくれたまえ。 共造は先に立って再び路地の奥へ入った。木戸を開けて声をかけると、康子はすぐに出てきた。妹はいますかあら、お会いになりませんでしたかと、安子は目を見張った。共造も驚いた。康子の話によると、共造はなかなか帰ってこないので、貞子は兄さんにもう少し話したいことがあるから、 探してくると言った。きっと帰ってくるにそういないから、もう少し待っていろと安子はしきりに引き止めたが、貞子は振り離すようにして表へ出て行ってしまった。すみません。そうと知ったらどんなにもお引き止め申すのでしたけれど、と安子は悔やむように言った。どの人も商売人でないだけに万事が手違いだらけである。 共造も割れながら歯がゆくなってきた。しかし、貞子は本当に自分を探すつもりで出て行って、そこらで行き違いになったのかもしれない。共造とイグラは慌ただしく引き返して表へ出た。二人はそこらをしきりに見回して歩いたが、夜更けの大通りにも横丁にも人らしい影は見えなかった。雪は幸いに降りやんでいたが、 暗い空はいよいよ重く垂れていた。どこやらで犬の吠える声が聞こえる他には何の響きも伝わらなかった。二人は寒さをこらえていつまでもそこらをうろうろしていると彼らの目の前に格闘の光が現れた。あなた方は何を探しているのですかと巡査は二人の様子をじろじろ見回しながら 質問するように聞いた。ええ、ここで少し探し物をしているのです。と、イグラは答えた。人を探すのですか家を探すのですかまたは落とし物ですか巡査の目はいよいよ光ってきた。二人は少し返事に困った。 その七、銀紙と手紙。一、巡査が怪しむのも無理はなかった。大の男二人が夜更けの町をうさんらしくさまよっているのである。その疑いを解くために、鏡像はとうとう正直に自分たちの身元を告げるより他はなかった。そうして、年頃は二十八区のこういう身なりの女を、 ここらで見かけなかったかと巡査に聞くと、その女は雑司ヶ谷方面へ急いで行ったと巡査は教えてくれた。ありがとうございました。二人は巡査に別れた。安子が心配しているだろうと思ったので、共造は引き返してそのことを彼女に報告しておいて、イグラと一緒に貞子の家へ急いだ。もう十二時過ぎである。 普段でも戸締まりは厳重になっているに決まっている。ましてこの際であるから、表門から案内を頼んでも無駄だと思ったので、胸臓はすぐに裏口へ回って軌道を叩たたいた。叩いても容易に返事のないのはかねて覚悟していたが、あまりに拉ちが開かないので、いくらもじれてきたらしい。彼は柿を乗り越えて入ろうと言い出した。 共造は少し躊躇したが、この場合であるから同意した。イグラは柿を乗り越えて入って、うちから木戸を開けて共造を案内した。二人はさらに台所の雨戸を叩たたいた。こうなるとさすがにうちへも響いたと見えて、寝巻き姿のお線が寒そうに肩をすくめて出てきた。おや、いらっしゃいまし。貞子は帰ったろ 京像はうちを覗くようにして聞いた。あは、い。え、帰っているのかおせんの返事は少し曖昧であった。京像は声を強くして聞き直した。帰っているんだろう。おい、しっかりいえ。はい。私が来たと言ってくれ。もうお休みになっているはずでございますが。 おせんはなんだかしぶっていた。寝ているなら起こしてくれ。催促されておせんはおずおず引き返していった。二人はそこに立っていたが、おせんは容易に出てこなかった。いくら兄弟の中でも女の寝込みへ押して通るのも悪いと思ったので、胸像は辛抱してその起きるのを待っていたが、おせんはやはり出てこなかった。 もう待ちかねて声をかけると、今度は女中のお清が代わって現れた。お千はどうした私の来たことを取り継いでくれたのかしらそうでございましょう。そうでございましょうではいけない。お前もう一度言って取り継いでくれ。はい。お清は迷惑そうに奥へ行った。それでもお千は出てこなかった。 しばらく経って、二人の女中は一緒に出てきた。あのー、先生はお見えになりませんのです。と、おせんは言った。何見えない嘘をつけ、さっきはうちにいると言ったじゃないか。と、郷造は叱るように言った。私もそのつもりでしたけれど、ただいま奥へ行ってみますと、おいでがないので、 寄宿舎の方まで探しておりましたもんですから、つい遅くなりまして。共造は少し考えていた。よし、ともかくも奥へ案内しろ。靴を脱いで台所からつかつか上がり込んだので、二人の女中も呼んどころなしにその後からついてきた。貞子の居間には寝床が敷いてなかった。妹は今まで起きていたのか 共像は睨むように女中を見返ると、彼らの返事はいよいよ曖昧であった。そうでございましょう。私どもはよく存じませんので。本当に知らないかと共像は念を押した。二。お仙もお清も知らないと言った。先生はもう少し先に帰ってきて、 奥の書斎兼居間へ入られたきりで、その後のことは自分たちは何も知らないと言った。二人の顔色をじっと見つめていたが、胸臓は突然に彼らの腕を両手にひっつかんで、畳の上に引き据えるように座らせた。これ、隠すな。いや、お前たちの眼色でちゃんとわかっている。 お前たちは貞子に口止めをされて私に隠しているんだろう。貞子は一人じゃあるまい。神道が来ているだろう。いくら隠してもこれが証拠だ。胸像は畳の縁の上に落ちている銀色の小さい紙片を顎で示した。これは巻きたばこの箱に入っている銀紙にそういない。貞子がたばこを飲むはずはない。 神道は私の家へ来た時にはタバコを持っていなかったが、途中で巻きたばこのバットを買った。この銀紙は確かにそれだ。どうだ神道はもう少し前にここへ来たろう。女中たちは身を固くして黙っていた。胸像は自分の推測がいよいよ当たったのを知って、わざと声を荒くした。さあ、どうだお前たちはこれでも隠すか 正直に言え。神道がここへ来て、それからどうしたこれほど確実な証拠があるのに、まだ隠すなら俺にも了見があるぞ。脅されて女中たちは顔を見合わせていたが、おせんがまず恐る恐る口を切った。誠に申し訳がありません。実は、もう少し前に神道さんがお見えになりました。 神道が来たか。先生はまだお帰りになりませんと申しますと、神道さんはしばらくたって考えているようでした。そこへちょうどに、貞子が帰ってきたのかはい、と、お清が代わって答えた。先生は黙って神道さんの袖を掴んで、奥の方へむちゃくちゃに引っ張っておいででした。それからどうしたか、 私どもは全く存じません。二人は外へ出て行ったんじゃないのか隠すなと、教蔵はまた睨んだ。実は、あなたがおいでになったことを私が奥へお取り次ぎに参りますと、先生と新藤さんは向かい合って座っておいででした。と、お仙が言った。そして、私がお取り次ぎをいたしますと、 二人は顔を見合わせておいででしたが、やがて先生は、私の方を向いて、兄さんをすぐに通してはならない。お前は少しここに待っていろとおっしゃいました。うん。そしてそれから先生はコートをお召しになりまして、進藤さんと二人で表口から、そこへお清さんが後から催促に行きますと、先生は私どもに、 何も言うなとおっしゃって。そうか。と、共像は吐いをついた。自分たちが裏口に待っている間に、二人は表から立ち去ってしまったのである。イグラを表へ回らせておかなかった不注意を、彼は今さら悔やんでももう遅かった。貞子は他に何も持ち出した様子はないかと、共像はまた聞いた。 小さい信玄袋をお持ちになった義理のようでございました。と、おせんは言った。何かそこらに置き手紙のようなものはないかと、共造は見回したが、机の上はきちんと片付いていて、何にも目に触れるものはなかった。共造は念のために、机の引き出しを開けてみると、その上の方に、一通の女文字の封書があった。 本所のスタンプを押した郵便で、風はもう切れていた。何かの手がかりになるかもしれないと思って、彼はその手紙を引き出してみると、それは赤い色鉛筆で半紙に書いたもので、筆の跡がかすれてひどく読みにくいのを、胸像は伝統の火に透かしながら、かろうじてしまいまで読み下した。それは、 栗田雪子から貞子へ送ってきたものであった。三。きこの手紙の文句はこういうのであった。先生、私は泣きながらこの手紙を書いております。先生は夜中に私を起こして、お母様が急病で神道さんが迎えに来たとおっしゃいました。 私はびっくりして、先生に手伝っていただいて、すぐに支度をして表へ出ますと、新藤さんではなくて、新藤さんのお父さんが待っていました。お父さんは、新藤さんの代理に来たと言いました。そうして、私を車に乗せて行きました。先生、今から考えると、まるで夢のようです。私を乗せた車は、 暗い夜道を急いで駆け出していきました。私は声を出すこともできません。車へ乗せられるときに、口には手ぬぐいのようなものをしっかりと押し込まれているんですもの。その上に、騒ぐとこれだぞと言って、神道さんのお父さんが担当のようなものを抜いてみせたんですもの。まして夜中です。誰も助けてくれる人はありますまい。 私は悲しいと恐ろしいとで、半分はもう死んだもののようになっていました。先生、私はそれからどこかへ運ばれて、まるで空き棚のような古い家の暗い2階へ押し込められてしまいました。私はこれからどうなるでしょう。私は寄宿舎を出るときに、ご承知の小さい信玄袋を持って出ました。 その中には色鉛筆と半紙と釜口とが入っていました。私はその鉛筆で手紙を書きかけましたが、それを誰に頼むこともできませんでした。先生、人間は一生懸命になると色々の知恵が出るものです。夜が明けてからその家には十二歳の女の子がいることを知りました。 その子が朝のご飯を私のところへ持ってきたときに、そっと聞きましたら、ここは向こ島の須崎町の黒川という家だそうです。私は少しばかりのお金をやって、その子に上袋と郵便切手とを内緒で買ってきてもらいました。それからまた、その子に頼んで、この郵便を内緒でポストへ入れてもらいました。 その子は利口そうな子ですから、多分私の頼んだ通りにしてくれるだろうと思っております。先生、私はとても逃げ出すわけにはいきません。その子のおっ母さんやおばあさんらしい人が、時々に怖い目をして二階を覗きに来ます。うっかり逃げようとしたら、どんな目に遭うか知れません。私は、 今日も明日も誰も救いに来てくれない限りは、毎日毎晩泣いて暮らすのでしょう。お察しください。先生、あなたは私が今、こんな恐ろしい目に遭っていることをご存知でしょうか神道さんのお父さんは、どういう了見であなたと私とを騙して、私をこんな目に合わせるのでしょうか 私にはちっともわかりません。先生、どうぞ早く来て、私をお救いください。私に何か悪いことがあるならば、どんなにもお詫びをいたしますから、どうぞお許しください。須藤先生、栗田由紀子。この手紙を読んでしまって、 共像は考えた。雪子はなぜこのことを直接に自分の家へは知らせてやらないで、貞子の方へ訴えてきたのだろう。こんなことを突然に知らせてやって、親たちを驚かすに忍びないという遠慮かもしれない。普段から貞子を死とも親とも慕っている結果かもしれない。しかしそれよりも、共像の注意を引いたのは、 最後の一節であった。私に何か悪いことがあるならば、どんなにもお詫びをいたします。共造はこの文句の意味を考えた。霊里な幸子コは、貞子と神道老人とが凶暴であるらしいことをうすうす悟って、こうした言葉を漏らしたのではあるまいか。貞子はこの手紙を見て、いかに感じたであろうか。 共造は繰り返してその手紙を読んだ。四。それにしても、幸子の居所が分かったのは、何よりの幸せである。この手紙に書いてある通り、向こう島須崎町の黒川という家に押し込められていることが判然した以上、すぐに行って取り戻してこなければならない。貞子もこの手紙に泣かされて、 あるいは、前費を後悔して、神道と一緒にゆきこを救いに行ったのではあるまいか。それは彼らの勝手として、自分はまた自分だけのことを尽くさなければならない。こう決心して、彼はすぐに立った。台所に首を長くして待っているイグラを呼んで、幸子の手紙の一情を囁ささくと、イグラも目を見張った。先生 これからすぐに向こう島まで行きますか。さあ、と共造は考えた。この夜更けに雑司がやから向こう島まで行くのは随分難儀である。しかし世の知らぬまで待ってはいられない。もろもろの罪悪はとかく野因に行われるものであるから、人は違いで今夜のうちにも幸子の一心上にどんな災いが起こらないとも限らない。 共造は夜通しで向こう島へ行くことに決めた。ひとまず江戸川端の家へ帰って、近所の車宿を叩き起こして、イグラと二人で乗り出すことに相談を決めて、二人は貞子の家を出た。留守を注意してくれ。こういう時にはまたどんなことが出退するかわからない。お仙洞清にくれぐれも言い聞かせて、共造は 元の裏口から出ようとすると、先に立って軌道を開けたイグラは何を見つけたのか思わず息を飲んで一足すさった。神道老人が無言で家うちを伺っているのであった。胸臓はイグラを引きのけて大胆に老人の前に進み出た。神道さん、またここでお目にかかりましたね。 あなたは貞子にまだご用があるんですか用がある。私はせがれを受け取りに来たのだ。神道さじをここへ出してもらいたい。その神道正二君はさっきまでここにいたそうですが、もうどこへか行ってしまいましたよ。と、共造はあざけるように言った。本当かと、老人は驚愕したように叫んだ。 本当にどこへか行ってしまったかうん。サダコも一緒だな。そうらしいようです。うん。と、老人はまたうなった。ちくしょう。とうとうせがれを誘い出したな。そんなことだろうと思ってさっきから探していたのだ。あなたはさっき、神道くんに会いませんでしたか 共造は空とぼけて聞いた。あった。芹沢安子の家の近所であった。と、老人は頷いた。それから私の家へ一緒に来て、それからまた、あるところへ一緒に行こうとすると、途中で逃げたんですか。あんまり素直で少しおかしいと思ったが、よもやと油断したのが手ぬかりで。 途中からまた逃げてしまった。きっとここへ来たのだろうと思って後から追ってくると、ちくしょう、ちくしょうとう,とう大事のせがれを玉なしにしてしまいおった。貴様の妹のすぐおさだこというやつは、俺の仇だ。こうと知ったら、早く二時国と死を抜いたのを。いや、あいつらの行く先は大抵わかっている。 すぐに追いかけてせがれを取り戻してくる。雪どけ道に地段だを踏んで、老人は表の方へ行きかけるのを、共造は引き止めて聞いた。そうして、二人の行く先はどこですどこだと思います貴様たちに教えている暇はない。共造を突き放して、足の達者な老人はかけるように言ってしまった。 共造は妹の身の上も不安であった。しかしこの場合、当てどのない二人の行方を探すよりも、まず幸子を救い出すのが正当の順序であると思ったので、彼は老人をそのままにやり過ごして、イグラと一緒に自分の家へ帰った。イグラはすぐに近所の車宿を叩き起こしに行った。夜半であるからよほど暇まどれたが、 ともかくも二台の車を呼んできた。それを待っている間も、胸像は凍るように寒かった。その八、海岸の一夜。一、雪子さん、どうぞ堪忍してやってください。 みんな妹が悪いんですから。と、共造は手をつかないばかりにして、栗田雪子の前に妹の罪を浴びた。昨日は共造にとって、心も体も忙しい一昼夜であった。しかし彼は、とうとう最後の目的を達した。雪子の居所が判明した以上、 彼女を取り戻すのは案外に容易であった。夜の明ける頃に向こう島へ行きついて、その黒川という家を訪ね当てて、共造とイグラとは家の前後を見張っていた。そうして、そこの女房らしい女が表の戸を開けるのを待って、すぐに入り口の狭い土間へ入っていった。不意を襲われて少し戸失ったらしい女房に向かって、 ここの二階に預けられている娘を渡せと言った。女房も無論素直には承知しなかったが、こっちには確かな証拠がある。強いて故障を言い張るならば、警察の手を借りても取り戻していくという、共造らが強固の態度に脅されて、女房もしまいにはがおってしまった。彼らはこの他にも後ろ暗いことがあるらしく、 警察と聞いてひどく怯えて、雪子をおとなしくこっちへ引き渡した。一種の牢獄に春の寒い一中夜を泣き明かした雪子は、初めて明るい空の下に出た。イグラは電車で帰ることにして、雪子はその車に乗せられた。共造の車もその後に続いた。炎を深くした二台の車が、 江戸川の家へ帰り着いたのは午前九時頃であった。とりあえずユキコを二階へ助け上げて、教像はまず彼女にわびた。彼は兄として妹の罪を繰り返してわびるより他はないのであった。一体、貞子がどういう良件で、神道の父と共謀してあなたを苦しめようとしたのか、それは私にもまだ詳しくわかりません。 しかし、どう弁解してみても、貞子が悪いに決まっています。私は妹に代わって、くれぐれもお詫びをします。どうぞ勘認してやってください。いずれ貞子の居所がわかり次第、あなたの前へ連れてきて、改めて当人にもお詫びをさせます。そこで、誠に手前がって思うすようですが、どうか今度のことは、 ご内分にお願い申すわけにはいきますまいか。何しろ、おとといの夜中から今朝にわたって、その間わずか一日のことですから。世間でもおそらく知りますまい。寄宿舎にいる生徒の中でも、あなたと一つ屋根に寝ていた南条富子さんだけが、多少はそれを感づいているらしいのですが、それとても、あなたから何とか言って口止めをしてくだされば、 他にはほとんど知っているものはありますまい。これが方々へ知れ渡ると、あなたのご迷惑、ご両親のご迷惑、それよりも第一に、妹が困ります。この秘密が他人に漏れたら、妹はもう世間に顔出しができなくなります。教育者として世に立つことはできなくなります。もちろん、それも心柄でいた方はないのですが。 言いかけて、共造はため息をついた。その罪を憎みながらも、彼は現在の妹を生きながら葬るに忍びなかった。もしあなたが妹の罪を許して、この一件を秘密に済ませてくだされば、妹にとってどんなに幸福だか知れません。私も彼女の兄として、くれぐれもあなたにお願い申します。 手前勝手はバンバン心得ておりますが、何分にもたった一人の妹がかわいそうでなりません。彼女も決してそんな人間じゃないはずですが、何かの迷いから魔が差したのです。そこを哀れみ、また私をも哀れんでくだすって、何とか寛大のご処置が願えますまいか。共造の目には雫が宿った。 ユキコもそれに動かされたらしい。彼女もたもとから探り出したハンカチーフを目に当てた。よくわかりました。わたくし、決して須藤先生を恨もうとは思いません。おっしゃるとおり、こんなことが世間へ知れますと、両親にも迷惑をかけます。須藤先生にもご迷惑をかけなければなりません。もうどんなことがありましても、 私は決ししはて誰にも申しませんどうぞご安心くださいましいやありがとうございますと教像は潤んだ目を輝かしたそれにしても菅生先生はどちらいらしたんでしょうかさあ兄の目はまた曇った そのうちにイグラも後から帰ってきた。京造は昼頃までユ子を二階に休息させて、昼飯を食わせた後に、自分が一緒に付き添って、雑司がやの貞子の家まで彼女を送っていった。これでともかくも一方の拉致は開いて、京造もほっと一息ついたが、彼の胸にはまだ暗い影が横たわっていた。それは、 サ子と神道とが行方不明であることで、二人ともにそれぎり雑司が谷の家へは立ち寄らないのであった。どこに隠れているのかしら。そうして、この先どうするつもりかしら。と、教蔵は彼らの前途を危ぶんだが、神道老人でない以上、彼は二人の行く先についてちっとも見当がつかなかった。 そうした苦労を胸いっぱいに抱えながら、教蔵は午後二時ごろに江戸川の家へ帰ると、イグラはその顔を見るとすぐに報告した。先生、たった今、貞子さんの電報が参りました。教蔵は急いでその電報を受け取った。電報にはただ簡単に、あと頼む、貞子とあった。 あと頼む。昨夜安子の家で出会った時になんだか遺言めいたことを口走ったのを思い出して教蔵はぎょっとした電報は「構図発」である教蔵はともかくも構図へ行ってみようと思ったすぐに支度をして家を出て東京駅から汽車に乗って構図に着いたのはもう午後5時を過ぎた頃であった 彼は停車場の駅譜や新聞売り子などを捕まえて、こういう男と女との二人連れが下車しなかったかと聞いた。彼は出張の巡査にも聞いた。それらの返事を総合して考えると、サ子と新道らしい二人連れは、午前九時ごろにここへ下車したのである。そうして停車場前の休息所に立ち寄ったのを見たものがあるというので、 共造はすぐにその休息所へ行って聞き合わせると、二人の身なりも人相も確かにそれであった。その二人はそこで寿司を食って、それから小田原行きの電車に乗った。何でも小田原で乗り換えて、さらに海岸のある温泉へ行くつもりらしく、彼らは助中に向かって、熱海行きの汽車の時間などを聞いていた。 これだけの事実が分かったので、共造はまたすぐにその後を追った。彼も電車に乗って、さらに小田原で汽車に乗り換えて、南の海岸の方角へ急いだ。しかしその方面には3カ所の温泉場があるので、共造もどっちへ行っていいか、その方角を定めるのに迷ったが、とりあえず海岸に接近しているある温泉場に行き着いて、 東京の客の泊まりそうな比較的に大きい旅館の玄関に立ったこういう身なりの二人連れが泊まっているかと聞くと出迎えの女中たちは確かに来ていると答えた「お連れ様でございますかいや連れというわけでもないともかくも別の座敷へ通してくれ」海に向かった八丈の前へ通されて 共造はひとまず落ち着いた。それでもまだ全く安心できないので、彼は茶を持ってきた女中に念を押して聞くと、人相も身なりもよく似ているが、男の年頃が神道よりも老けているらしく、どうしても二十六七だろうと女中は言った。どこの座敷にいるんだそっと教えてくれないか女中に案内されて、 京造は奥二階へ行くと、ちょうどその二人が風呂場から上がってくるのに出会った。女中はそっと指さして教えた。京造は失望した。なるほど、人相はよく似ているが、男は神道正じではなかった。女は貞子でなかった。彼らは全く別人であった。違いましたか 女中は小声で聞いた。教像は黙って頭を振った。何しろ、私に早く夕飯を食わしてくれ。お風呂は風呂は後だ。夕飯を食ってしまって、教像はさらに近所の旅館を探して歩こうと思った。三。 せからしい気持ちで、京像が遅い夕飯を食ってしまった頃には、海も山も大きい闇に閉ざされていた。京像は箸を投げ出すと、すぐに宿を飛び出して、まず一番に隣の旅館を訪ねたが、そこにもそれらしい宿泊客はなかった。あるいは人の目を避けるために、わざと小さい宿屋に潜んでいるかもしれないと思ったので、 彼はそれからそれと片っ端から聞いて歩いた。夜は寒いのと暗いのとで、海岸にはもう人通りはなかった。ものすごいように岸を揺すっている波の音を聞きながら、胸像は潮明かりを頼りにたどっていくと、二三軒先の海端に黒い影の動いているのが見えた。影は二つ三つもつれ合っているらしかったが、やがて、 その一つは海の中へ消えた。京像ははっとして駆け寄ると、残る二つの影は慌てて逃げようとした。潮の光だけでははっきり見えなかったが、それが神道と貞子であるらしいことを京像は直覚したので、続いて飛びかかってまずその一人の方に手をかけた。それは女であった。おい、お前さんは誰だ貞子じゃないか 女は返事をしなかった。共像はその腕を掴んで、人家の火の漏れる方へ引きずっていこうとすると、女は引かれながら何か帯の間から掴み出したらしかった。そうして、ふた足三足引きずられていく間に、彼女は片手でその白いものを自分の口にあてがった。共像は気がついてその手を押さえたが、もう遅かった。 白い髪のようなものはひらりと落ちて、女も一緒に土の上に膝をついた。激悪かと、共造は驚いて思わず叫んだ。兄さん、堪忍してください。女はやはり貞子であった。お前の宿はどこか宿は、ありません。 共像は妹を引きかかえて、自分の宿へ連れて行こうとすると、後から一つの影がそっとついてきた。神道くんかと共像は声をかけると、影は黙って立ちすくんだ。手を貸してくれたまえ。妹を私の宿へ連れて行くから。神道は無言で近寄ってきた。そうして共像と一緒になって、 貞子をかの旅館へ運び入れた驚いている女中や番頭たちを叱るようにして教蔵は早く医師を呼んでくれと頼んだ貞子の唇からは赤い血がにじみ出していた兄さん兄さん堪忍してください私が悪かったんです新道さんは何も知らないんです 苦しい中でも彼女は男をかばっているらしかった。神道は真っ青になって震えていた。お前は、と教蔵は小声で聞いた。なぜ雪子さんを連れ出して神道のお父さんに渡したんだ。訳を聞かしてくれ。それでなければ神道さんと一緒にはしないというので。 じゃあ、ゆきこさんを渡せば、しんどうくんと夫婦にすると言ったのかしんどう老人がそう言ったのかわたくし、騙されました。と、さだこは悔しそうに言った。わたくし、しんどうさんと夫婦になりたいばっかりに、あの人に騙されて、すみません、すみません。 で、あの老人が、お前をどう騙したんだと、共像は彼女の耳に口を寄せてまた聞いた。ゆき子さんを受け取っておきながら、神道さんも一緒に連れて行こうとするんです。あの人は、新道さんをゆき子さんと夫婦にするつもりなんです。それが、それが私、悔しくって。 悔しくって。それにしても、罪もないユキコさんを、あの老人に渡そうとしたのは。貞子は身をもだえて、兄の膝にもたれかかった。そうして血を吐きながら言った。私、悪かったんです。私、このごろは、ユキコさんが憎らしくなって、あの人がいなければ、 神藤さんのお父さんも、私をこんなにいじめやしないだろうと思って、なんだか雪子さんが、きのように憎にく,くなって。彼女はもう息が絶え絶えになったが、医師はなかなか来なかった。四。瀕死の彼女をあまりに煎儀するのもよくないと思ったので、 共造はさらに神道の方に向き直った。その問いに対して神道がおどおどしながら答えたのを一切総合すると事実の真相はこうであった。貞子と神道との恋は男よりも女の方が一層熱烈であった。一種の陰謀を企んでいる神道老人はどうかしてこれを引き離そうと企てたが、 貞子は死んでも男を放すまいとしているらしいので、彼はさらに一作を巡らした。彼は貞子に対して、そんならば、栗田の娘をこっちへ渡してくれ。それを人質にして、自分は男爵家から相当の金を取る。その代わりに、せがれとお前との関係は、私も多めに見逃しておくと言った。 普通の考えから言えば、貞子はそんな相談に乗るべきではないが、彼女自身も白状している通り、彼女は近頃ユキコを憎んでいた。進藤老人がユキコを自分のせがれに結びつけようと企てていることを知って以来、彼女は抑えがたい嫉妬からユキコを憎んでいた。その結果、彼女は老人に欺かれて、 憎い幸子を敵の手に渡した。しかも老人はそれで満足しなかった。最初の約束を保護にして、さらにせがれをも自分の手に取り戻して、無理に幸子と結びつけようとした。欺かれたのを悟ると同時に、サ子は自分の罪を悔いた。彼女は老人に迫って、幸子の居所を教えろと言ったが、 老人は無論教えるはずがなかった。ふんぬと開婚とにほとんど物狂わしくなった彼女は、いっそ男と一緒に自滅しようかと思いつめたところへ、あたかもユキコの悲しい手紙がついた。彼女はいよいよたまらなくなって、再び神道老人のところへ訪ねていって、途中で彼に出会ったのを幸いに、ぜひともユキコを返してくれ。 さもなければ警察へ訴えると言ったが、老人はやはり取り合わなかった。もだえにもだえて家へ帰ると、振動がちょうどき合わせたので、二人は膝を突き合わせて、この後の相談をしていると、そこへ共造が追ってきた。二人は一旦逃げ出して、その晩は品川編の宿屋へ泊まって、今朝の汽車でこっちへ来ると、 今度は神道老人が追ってきた。栗田一家の人々は、去年の夏ここへ秘書に来て、神道もその友をしてきたことがあるので、老人は二人の行く先をおそらくここと想像した。それが的中して二人はとうとう探し出された。暗い海岸で、貞子と老人との間に激しい衝突が起こった。縁困の積もっている貞子は、 必死になって抵抗して酔っている老人を騎士から突き落としてしまった。この話が終わった頃に医師が来た。医師は貞子を診察して何分にも劇薬を多量に飲んでいるからもう回復の見込みはないと言った。教蔵と神道は悲しそうな目を見合わせた。 共造は妹の耳元でまた囁いた。貞子、貞子、幸子さんは今朝取り戻してきたぞ。ゆき子さん、ゆき子さんは帰ってきましたか。と貞子は嬉しそうに言った。ゆき子さんはお前の罪を許すと言っているぞ。 兄さんは私も許す。教蔵は目で知らせると、神道は変わって貞子を自分の膝の上に抱き上げた。貞子さん、貞子さん。貞子はわずかに頷くばかりであった。死後の検案によると、貞子はもう妊娠4ヶ月であることが分かった。 一方には、神道老人の死体を海から引き上げたが、彼は岩石に頭蓋骨を打ち砕かれていた。あなたは、親と恋人とを同時に失った。私は一人の妹を失った。不幸な二人が、今夜はここで通夜をしましょう。と、胸臓は目をしばたたいた。 心道も黙って目を抑さえていた。南の国も夜更けていよいよ寒くなった。ここらでは珍しいという春の雪がまたちらちらと降ってきた。